お前らのこと好きだけど、俺ホストだから、よし Don't stop アルコール止まらない、 Here we go here we go here we go 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 Love 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 Go 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 なんだか久しいじゃないの。何してたんですか皆さん。どうもこんばんは。私が、ええ、合ってますよ。私がふわみなとです。ありがとうございます、スパチャ。ありがとうございます、スパチャ。メンバー取り返せます、スパチャ。ありがとうございます、失礼します。いやー、お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。元気にされてましたでしょうか。はじめまして、ありがとうございます、失礼します。2年ぶり、ありがとうございます、失礼します、失礼します。いや、僕もなんかやっぱ、まあ2年ぶりっていうのはまあ、2日ぐらいな感じなんですけど、まあ、ポカチャ入れたら3日かな?あー、スパチャいただきます。いや、今日久々なんで、そうっすね。スパチャ読みしよっかな、最後にじゃあ。ママにゲーム隠されたの配信やるときは最後にスパチャ読みするって決めてるんで。じゃあ今日はちょっとスパチャ読みは最後にします。喋りたいことがね、溜まってるんで、喋りたいことが、たくさんね、おしゃべりしようかな。まあ最初雑談しようかなと思ってますので、名前だけ最後ね、お呼びさせていただくタイプで行こうかな。レバトガザマス、いただきます。いやー、お疲れさん。そんな固い決意やったな。まあちょっと久々なんでね、まあ、ポカチャ組めたら3日ぐらいですかね。配信するの。久々です、皆さん。元気にしてましたでしょうか、ここ最近。まあ、なんか、言うて、別に、ポカチャ含めたら、2日は別に配信してないだけだったんで、まあ、別にね、大したことないですよ。別にいつも通りですよ。別に、1週間や、別に配信しなくてもね、別にいつも通りではあると思うんですけど、まあ、なんか、結構いろいろとね、やること多かったんで、まあ、ここ最近ちょっと、まあ今日もいろいろあったんで、まあ自分的にはちょっと2年ぐらい経ったなという、はい、そんな気持ちがあります。いや、注射お疲れ様。いや、スパチャいただきます、いただきます。ふわっちに依存してるわ。いいね、いい傾向だね。じゃあ俺が配信しなくなったら天皇たちはな、あ、じゃあ配信しなきゃみたいな感じなのかなとか思ってますが、いや、もうなんかでもね、このちょうど、まあゲームはちょっと雑談したらやろうかなって思うんですけども、はい、まあ、ちょっとなんかいろんな情報が出てましたね。いろんな情報がアーカイブひたすら見てた。おー、ありがとうございます。なんやかんや再生リスト更新してるんで、まあ見やすいと、まあ自動更新でね、やってるんですけど、
見やすいと思うんですけども、はい、まあなんか振り返っとくか、ちょっと一旦ここ最近俺何してたっけ。せっかくだから振り返ろっか。あー、まあでもユナイトコラボがまあありましたよね。まあユナイト大会があったんで、まあ練習して、でまあユナイトからまあそうだね、まあ直近みんなとゆっくり喋ってたのは多分ソウルシルバーだな。夕方ぐらいにやった。あ、でもスパチャたくさんあります、いただきます。そうなんですね。でまあユナイトのなんかユナイトもだいぶ前な気するわ5日前とかか。ユナイトまだ別に1週間経ってないのにな。ユナイトなんか最近、全然最近な、最近じゃない感じがする。まあやっぱこのなんかちょっと感覚が空くとなんか遠い昔のように感じてしまうんだろうな、多分おそらく。全然過去に感じるね。ユナイト楽しかったですね。でも惜しかったなという、はい、素敵なメンバーとやれたなと思ってます。雑談を、感想をあえて言うのであれば、リリーさん、ともえ姉さん、 X、 よるみ、楽しい笑顔になれるメンバーだったんじゃないかなって思ってますね。はい、ちょっと感覚空いたからなんか感想がなんかちょっとなんかしづらいわ。ユナイトちょっと感覚空いたな。他力本願ジム、まあでもなんか僕にな、やはり持ってないものをたくさんね、メンバーのみんな持ってたんで、はい、まあ、やっぱリリーさんとかかなり研究とかもされてたんでね、やっぱ知識とか、すごくためになったなみたいな、力になってくれてたなってめちゃくちゃ思いましたね。俺なんかああいうデータ的な部分全然ないんで、もう俺はプクリンで暴れることしかできないんで、パッションで、はい、やっぱそういったいろんな部分で、ね、補ってくれてるメンバーだったんじゃないかなって、僕的にはって感じですかね。はい、不安のおかげですごく空気がうまかった。 ありがとうございます。まあやっぱムードメーカーなのかなっていう部分があるんで、僕はやっぱみんなをちょっと笑顔に、まあ視聴者はもちろんですけど、やっぱチームメンバーもやっぱ笑顔にさせなきゃいけないのかなって僕はあるので、やっぱちょっと笑顔メインでやってましたね。はい楽しかった。また機会あったらユナイトはね、やりたいなと思いますね。まあコラボでないとあんま多分やる機会とかないとは思うんですけども、はい、あ、忙しい中ありがとうございます。スパチャーナス、いただきます。タジメのお金、あ、いただきます、いただきます。まあみたいな感じですね。はい、でまあちょっとなんかあれか、1日ぐらい空いたのかな、なんか3日前って書いてるね。プラベ、これは割となんかまあ直近か。ユナイトがなんかちょっと1日空いて5日前だったのか。はい、いやスプラトゥーンプラベですよ、本当に。8人でねできるゲームなんだけども、なかなかねえ、8人のスケジュールってね、合うのって難しいんですよ。まあ言ってたと思うんですけど、結構前からね企画してくれてて、長尾圭君がね主催でやってくださいましてね、はい、スプラプラベ、メンバーは俺、源次郎、東次郎、エアル王子、チャイちゃん、東堂琥珀ちゃん、カンさん、ケイ君、りっちゃん、お礼の8人、9人になった今言って、この8人でね、やらせていただきましたね。ちょ、源次郎違いましたね。間違えました。はい。いやー、なかなかというか、よくも8人集めてくださいましたという思いで、おもろかったな。プラベとかなんか久々じゃない？プラベなんか久々な気するな。これ、なんかライバー8人でやるっていうの、なんかでも最近ちょこちょこやってる人いるよね。てかズハがちょろっと触ってた時点でもうもはややっぱもうスプラブーム来てるのかなと、新たな、第2か第3か第4か何もねえけど、別に2次3次スプラの波が来てるのかなって思いたくなるぐらい、なんか最近ちょっと触ってるライバーさん多いような気がしますね。はい、いやめちゃくちゃいいなって、人とできてよかったなって。あとやっぱエアル王子とかも東堂琥珀ちゃんとかもがっつり喋る機会ってあんまなかったと思うんで、おもろかったなって。で琥珀ちゃんとかめちゃくちゃなんかなんていうの、まあ新人さん寄りではあると思うんですよ。まあ結構だったと思うんですけど、デビューしてからめちゃくちゃ喋りやすかったなっていうのが、なんか笑ってくれるから楽しかった俺も、僕笑ってくれる人好きなんで、やっぱいい笑顔でね、なんか喋ってておもろかったなっていうのがありますね。はい、あの子もスプラ好きなんでね、
結構初期の方にサーモンランとかやってたのかな、配信で。はい、まあみたいな部分がありますね。うん、でもケイ君もね、あの腕前 X に行ってたし、当時二郎君は言わずもがなうまいですしみたいな、結構ねイカなメンツでできてみたいなニックネーム考えた。いやまあそれはもう本当に、うん、次コラボする機会がある時にまた言ってあげようかなって思いますね。コハクちゃんのニックネームはその時までやっぱお預けかな、うん、僕的に。ありがとうございます、パチャいただきます何しあ、まあそらもん待って、まずそらそらもんいつか来たる日がみたいな感じですかね、うん、まあでもなんか俺この日エイム調子良かったわ、ブラベ俺も久しく触ってなかったからさ、ちょっと前ぐらいに面言で視聴者参加型プラベやって、ちょっと鳴らしとくかってやったんすけど、かすすぎたんすけど、着地狩りとかもね全然合わないぐらいのもう感覚忘れてたんですけど、ちょうどこの日に感覚が合ってた、エイムが、うん、ちょうど感覚が合ってましたね。あ、着地狩りできるわって思って、うん、もうなんか着地狩りできない、あ、バケツのエイム悪かったか、いやガチさ、裏でやった時とか全然俺なんか全然キル取れんかったし、あ、もうなんか俺スプラのやり方忘れてるわとか思ってもうなんか無理だとか思ってたんですけど、なんかちょうどエイムが合いました、感覚が。はい、できてよかったなと思いましたね。たくさん勝ててよかったかなと、うん、ちょうど合う、エイムが合うぐらいな練習がちょろっと時間がねできたのかなって思いましたね、はい手抜き配信が手抜きじゃないですよ、ガチでやってました。いや俺も久々だったから、うん、俺もガチで久々だったんですけど、なんかチャーもなんかスコープいらんかったな別に、うん、チャージャーは、うん、そこも気づいたね。あ、いらないんだと思って、俺スコープありでスプラワンやってたから、うん、ちょっと違和感あったんですけど、チャージャーはもうスコープなしでやろうかなみたいな思いましたね。まあまた機会あったらやりたいですねスプラ、うん、遊びてえな。タグマとかでもいいしな、4人でライバーさん。またやりたいなって思いますね。うん、まあ、あとあれだったか、メンゲンでやったとき、意味わかんない時間にやってたから、朝とかに、強いやつしかいなかったしね。レベルが高すぎるというか、うん、ちょうど、楽しくね、エンジョイできてよかったなって思いましてね。はい、みたいな感じで、まあ、みたいな感じで、僕の時は一旦止まって、ポカチェしてたんですかね、3D で。最近 3D?多いな謎に、最近謎に 3D な日々が多いような気がしますね、皆様にお届けする。なんか 2D の方が久々なレベル3前にやる人増えそう。確かにね、スプラねやりたいな、いろんな人と、うん、ぜひとも。なんかスプラコラボだったら俺飛んでいくから、いつでも呼んでほしいわ、いつでもいつでも予定開けます、こじ開けて、タグマでもプラベでも。うん、まあ、ポカチェはね、初めてだったんですけど、ポーカーチェイス自体は。まあ、ポーカーは若干記憶に残ってたんですけど、やり方。おもろかったな。うん。ザコザコいじめられたんですけど、でも熱い。なんやかんや、最下位じゃなくてよかったなと思いましたね。はい。あれ、一番最初負けるとめちゃくちゃ暇になるんで、絵に描いたようにね、クズハ君とね、カナカナ、クロノアのお二人が若干暇なタイムになってね、盛り上げてくれてはいたんですけども、いや永遠の2番手になることができて、称号をいただき、呪いを課せられてよかったなと思っております。でもポーカーおもろいわ、うん、ポーカーおもろかったっす。駆け引きがあるのかな、たくさん、うん、まあちょっと尺とかもね、いろいろあるのかなと思って、結構最後結構攻めっ気でいったんですけども、うん、あれでもなんか気軽にできるから、また機会あったらやってみたいね、うん、多分 3D オンラインでもできると思うんだけど、あれだよね、やっぱポーカーってその相手の顔を見たり、顔読みしたり、心理戦であったりだとか、そういうのがあったりすると思うんで、 3D で良かったのかなと思いますね。はい、うん、あ、スパシャタマスいただきます、たくさんありがとうございますやっぱ尺考えてならだったんだ。まあまあ、時間ちょっと結構押してんのかなみたいな、なんか思ったり、別に勝負出なくてもよかったんですけど、まあいっかみたいな、多少やっぱ多少の空気を読んでのオールインもあったりしたのかなみたいな、
うん、思いましたね。まあ、楽しかった、はい、謎の、演技もあったりしつつ、謎の演技もあったりしつつね、はい、よかったなって僕的には思いますね。なんかなんていうの、くす笑いしちゃうわ謎の演技あれ、なんかジワリティが高かったですね。なんかお互い、あ、お次俺かみたいな、なんかセリフ忘れて笑っちゃいましたね。次お前やみたいな、次あ俺やったみたいな、はい、まあそういうのがあって、まあポーカーチェイスだったりね、 3D の機会があったんですけども、あと告知がねやっぱたくさん出てたんでね、そこの話もちょろっとしようかなと思いますね。はい、30分、25分かな、ゲーム開始は25分。あの俺前回のママにゲーム隠された1やった時、あの30分雑談してからあのゲームやってたんで、今日もちょっと溜まってるんでね、もうちょっと雑談してからゲームしようかなと思います。はい、まあ告知やっぱこれっすよね一旦。先に順番的に、あ、こちらですかね。ちょっと画像保存できそうなやつは何個か保存したんですけども、明日だね、明日、明日こちら、土曜日17時50分というちょっと変わった、18時ではなぜないんだろうというねツッコミをしたくなりますが、10分前にマイクラのね、企画にあのお呼びいただきましたので楽しませていただきたいなと思っております。 2days ねあるっぽいんだけど、僕は左下を見ていただけたら分かると思うんですけど、まあズハカナカダ、イブちゃん、X のね、まあユナイト面に加え、なんとねメッシャーズからマユユが、来てくれておりますという形で、このアチーチな男6人で、強豪な、ね、プレイヤーたちと楽しませていただこうかなと思っております。これどういう感じなんだろう、チームとかのそもそもあんのかな、ちょっとあんまよくわかんないんだけど、あんままだちゃんと把握できてないんですけども、はい、いやもうだって見てよ、あのもうみんなもうもちろん知ってる人ばっかなんだけど、やっぱ僕的にはやっぱてっちゃんかな、てっちゃんがいらっしゃるんで、やっぱ東海オンエアの、はい、やっぱやっぱラジオ体操もされてましたからね企画で、いや僕はもう全員の方も本当にすごく嬉しいんですけど、知ってる人ばっかなので、やっぱでもてっちゃんいるの熱いなって思いましたね。いやもちろんヒカさんももちろんよ、ヒカ様もてかもう全員そうよ、全員もちろんもうあの絡めて嬉しいなって感じなんですけど、一番はやっぱちょっとてっちゃんおるの熱いのかなみたいな感じですね。あ、ポッポさんもねいらっしゃるしね、神戸くんもねいるしね、この間絡ませていただいて、もうみんな知ってる人しかいない感じで、まあ2日目もねチーム女子たちが参加される、全員女子だ2日目、あ、これメンズでと女子で分かれてんだ、今気づいたら。あ、今気づいた、そうなんだ。そんななんか趣旨あったのかな、あの23チームからね、2日目はヨルミ、ハカチェ、リッちゃん、ヒスピ、オノマチちゃん、ちゃんとか言ってるけど参加、キラメちゃんということでね、2日目も多分気づくの遅かった。今気づいたら、今気づきましたね、はい、まあ俺エリトラなんか俺こういう俺マイクラ雑魚だからさ、やってないんで普段雑魚なんであれなんですけど、俺謎にあのマイクラ腕試しとか1位取るような、なんかエリトラでね触って初めて触る技術に意外とセンスを見出す可能性があるんで、まあワンチャン今回もなんか触ったことないけど、あれなんか上手くねみたいな感覚でいいプレイできたらなって思ってます。初スパです、最近メンバーになるファン歴は最近応援します、スパちゃんありがとう。また最後にね名前読ませていただきますね、スパちゃんも、初めてなのにあきねって感じで、そう楽しみでね。ただエリトラはないらしい噂によると、だから新しい何か見出さなきゃいけない、エリトラないらしいです、ちなみに、ちなみにエリトラはないらしいんで、なんか別のものが、あ、てか俺マウス壊れたんだよな、クリクリする部分壊れちゃったマウス、だからこれちょっと買い替えなきゃいけない明日。おてか使うっけクリクリ、俺明日買い替えてこなきゃ、なんかプッて触れただけで陥没した、クリクリするところ見て回っちゃうようになっちゃった、なんか陥没したんだよね謎に、って思って、もう一瞬触れただけでたまたまバグった、
そうだ、スクロールが長押ししてやらなきゃいけなくなってめちゃくちゃだるいんだよね。そう、えぐいこれ。なんか本当に不良の事故だと思う不良の事故、ピッて当たっただけで陥没して反応しなくなっちゃったんだよね。まあちょっと明日買ってこようかなと思いますね。はい、明日もまあ家出る予定ありますのでみたいな感じで、はい、また次のね、あの告知、はい、画像はないんですけども、このマイクラが終わった後に22時からなんと奈良関係おかわりいただきます。ありがとうございます。朝は枠取るの？あ、枠取るよ、マイクラも。まあ俺明日出かけるから、また昼前ぐらいに出る前に枠取れたら取っちゃおうかな、マイクラ。まあもしなんか概要とか大まかにまだ決まってなかったら直前に取ると思うんだけど、まあ直前かどっちかマイクラ枠は取ると思います。でそれ終わった後に22時から奈良関係おかわり、ズハとこんにゃららの3人でまた遊ばせていただきます。おはようございます、おかわり、おはようございます、おかわりという感じでテンション上げながら、はい。でも結構やってる方最近ねいらっしゃると思うんですけども、2時3時でも、まだあのキャラ残ってるんでね、そう、俺が使うっていうね、ズハのキャラを、でこんにゃらが俺使って、ズハがこんにゃらを使うという感じではあるんですけども、台風来るから気をつけて。マジか、スパチャありがとう。確かになんか書いてたな、いろいろキャラメイクまたしないの、まあ、また明日は明日で結構いろいろとまた違うかな、キャラメイクじゃないのかな、どうだろう。なんか新キャラとかいるらしいのかな、いなかったっけ、なんか別のことで多分やると思いますね。はい、まあちゃんと俺も把握できてないんですけど、わかんない、キャラメイクもあんのかな。まあまた、まあ、短い時間ではあるとは思うんですけども、楽しみにしていただけたらなって思いますね。あ、メンバー登録ありがとうございます。はい、まあみたいな感じで、まあ明日2連続配信あるんで、まあでもコラボなのでね、まあ今日どうにか配信ねじ込もうかなと思ってね、まあ帰ってきてやってるんですけども、あとまああれですよね、はい、まあこちらですよね、ありがとうございます。26日、あと1週間とちょっとですね、みどりさん企画で、VTuber ロック革命という企画の、配信をさせていただきます。ちょっとみどりさんツイートしてたんで、ちょっと内容を見てみましょうかね。ふわみらと、乾とこ、鏡隼人、樋口楓、リュウシェンの5人で開催します VTuber ロック革命2021、全編生歌生バンド 3D、 もうてんこ盛りもてんこ盛りな感じで、お届けさせていただきます。20時からですね。まあわかると思いますが、トップバッターです、私。はい、リレー企画、 3D 生ライブのリレー企画ですね。僕が20時からというトップバッターね、素敵な、盛り上げ特攻隊長として一発目からやらせていただきます。はい、楽しみにしててください。もうなんだろうな、あの結構まあこれもたくさん準備があってね、やっと告知できるっていう形だと思うんですけども、できて嬉しいですと思います、マジで。うん、俺歌枠、アキナのあの夏企画のやつ以外でやってないんじゃないかな、企画でしか歌配信参加してない男。あ、でも俺弾き語りしたわ、でもアコギ買った報告と銘打って、ちょっと弾き語りしたから、まあでもやってるな、じゃあやってるわ、やった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 よみたいな感じではあると思うんですけども、はい、久々、まあ割と久々なのかなっていう部分がありますね。いや俺めちゃくちゃ歌いたいよ、歌いたい欲たくさんあるよ、俺面言で歌ってるからあのめんどくさいの設定が、歌枠のなんか家でなんかあのなんか準備、なんかリバーブとかの設定とかもちゃんとなんか綺麗にできねえなと思って、だからもうなんやかんや結局聞いたら面言でねやったりしてるんですけども、歌いたい欲がたくさんあるんですよ。はい、まあなんですけども、今回はまあなんとかね久々に皆様にお届け、たくさんの方にお届けするねことができる歌枠がね形になりまして、まあ何が熱いってもう生バンドだよね、バンドなの。僕バンド好きなんですけど、バンドなんですよ、バンド、オケではなく、はい、実際にギターがあってドラムがいてベースがいて、はい、やっぱね、まあでもまあこうオンラインっていう形でネットで見せる形になるから、またちょっとね直接感じるものとはまた生っていうのとは違うんですけど、でもやっぱそういった実際に、ね、リアルタイムで奏でる楽器の
音とかのねやっぱ破壊力ってめちゃくちゃかっこいいなって僕は思ってるん でそれをまた 3D で僕たちはお届けする形になるんで、もう変わんないのよ、ライブと、もうガチライブと変わんないのよ、ガチライブと、もう二次フェスと変わんないのよ、もう二次フェスプラスバンドだから、もうさらになんかさらになのよ、もはや、もはやそのさらにが自分たちの自分ね枠でやらせていただくという形となっております。はい、まあたくさん技術面であったり準備もたくさんあったりして、まあ全力でね全部無料で見れますので、楽しんでもらえたらなって思いますね。いや俺も緊張するよ。いや緊張はなんかしないんですけど、頑張らねばなと思いますね。はい、このライブって感じ、まあ、学生の頃にね趣味でねバンドやったりねライブしたりね遊んでたりはしてたんですけども、やっぱその感じ動き込みでまた 3D でみんなお届けして後ろにバックでバンドがいてっていうのはもうめちゃくちゃ感慨深いものがあるという感じで、もう僕はもう勝手に全力で楽しませていただこうかなと思いますね。はい、まあ、あとリレー企画の時僕前回はまあスパチャオフにしてたんですけども、まあいろいろ歌いたい曲もまあいろいろなんていうか調整に調整重ねてました。まあでも今回はでもどうでしょう、今回は投げれるのかな、どうだろう、ちょっとあんままだあれなんですけど、まあみたいな感じで、まあ当日26日楽しみにしていただけたらなって思いますね。はい、もう曲はもう全部決めてあります。はい、でまた結構技術面いろいろ難しいというか大変な部分あるので、なんていうの、歌うのもめちゃくちゃちょっとむずいとは思うんですけども、準備重ねていろいろね進めて、まあ、リハであったりもうすでにたくさんやったりねやってますので、まあ、本番うまいことねぶちかましたいなと思っておりますので、はい、グッズもありますので、なんと今回素晴らしい、すごい気合がもうすごい、なんかさすがみどりさん、もう全てにおいて準備がすごすぎるという感じで、全枠ね楽しみにしていただけたらなって思いますね、みんなの枠、はい、みたいな感じね、これ告知したかったなって思って告知できてよかった今回みたいな感じかな。うん、僕からそんな感じかな。まあいろんな思いやコンセプトを持ってね曲チョイスしてますんで今回も、でまあいろんなねジャンル好きなんですけども、まあ、ロックということでロック革命ということで、はい、自分らしいチョイスやってます。あとスマブラあとスマブラありますね。はい、忘れてた、今日告知されてたやつ、2時3時デバカチャのあれなのかな、ヤシロ軍 VS 笹軍のねスマブラがあります。はい、まあそちらも楽しみにしていただけたらなと思いますね。あれも結構来週ぐらいかな、ロック革命の前かな、だと思います。ちょっと久々にスマブラも触ろうかなって思ってますねアバさんいるのマジでおもろいわ、なんか公式に呼ばれてるアバさんおもろいわ、ちょっとラジオ体操で呼んでるアバさんが公式に呼ばれてるのおもろいわ、やっぱちょっと多分ラジオ体操で呼んで多分あれ運営の目に引っかかったんやろうな、多分エニからの、多分それで呼ばれたんかなとかまあ全然関係ないと思うんですけど、まあスマブラといえばやっぱねアバさんいたら安心ですよ、解説面とか、ちょっとだから俺負けるわけにはいかないっすね、煽られてしまうアバさんに、おっあクワッチ死にましたねとか言って、クワッチ死にましたねってなってちょっと煽られてしまうんでね、まあ勝ちたいなって思いますね、ヤシロ軍を勝たせたいですね。はい、なのでまあどっかでスマブラ配信も久々に撮ろうかなって思います。ちょっと裏で練習して感覚思い出してから、はい、視聴者参加型スマブラ配信本番までにどっかでやろうかなって思いますので、楽しみに何ていうふわちるの皆さんはウォーミングアップしといてください。ウルフは一旦使えませんウルフは一旦ちょっと僕にとって IQ 高かったんで、まあ一旦リドリーで安定のねビップリドリーでちょっと横ビーブッパーで練習しとこうかなと思いますね。はい、でもアイテムありなのかな、忘れたんですけど、アイテム下手なんだよな俺、ちょっと練習しようかなって思いますね。
スマブラ企画でやったことはあったけど、自分プレイヤー側で参加するの初めてなんで、ちょっと楽しみだなと思いますね、みたいな感じですかね。まあ配信すると思うんで楽しみにしててくださいみたいな。はい、まあもっとたくさん、もうだらつくってあげずい、もう無限にね、もっとみんなとお雑談できるんですけどね、まあ今日はママに会いたくなったんで、そうそう、ママに会いに行こうかなって思いますね。はい、一旦、久々なんで、そろそろママに会って、まあ、またゆっくりどっかでね雑談、まあ、しつつ行こうかなって思いますね。あ、待って、本体の更新があるから一旦ちょっと本体更新します。これ再起とか入んないか、大丈夫か、あとね、ボイスも出ましたんで、ぜひともご興味ある方は、手に取ってみてください。聞いてみてください、おボイス、あ、更新したら再起しやがった、こいつ勝手に。少々お待ちください。アメマル登録ありがとうございます。楽しいいっぱい出るし、いっぱいあります、まあ、楽しいこといっぱいありますね、いっぱいあった、たくさん、はい、まあ準備ね、たくさんいろいろ収録であったりもね、やったり進めてるんですけども、まあまたそのやっぱね、一つである、まあ虹ロックで、虹ロックじゃねえか、ロック革命の方か、ロック革命という形でねお出しできたり、まあ、他にもまだ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 あるんで、皆さん盛りだくさんですよ、まだまだあるんで、スパちゃんありがとう、ふわちゃん8切れたりしない、大丈夫。もうなんとかなんとかやった。いや、まあ8切れてたら配信してないんで、昨日おとといはちょっと無理だった、配信がさすがに、昨日おとといはもう終日埋まってたんで、ガチで朝から夜中まで、もうそれはさすがに無理だったんで、で今日は寝てきたんで、ちゃんとできるという感じでね、笑顔で、はい、配信できないときはちゃんとね配信してません、僕は。そういう感じでやってまいりましたのでね、まあ安心していただけたらなと思っております。はい、まあそんな感じですかね、さあ更新して画面戻ってきたかな、戻ってきたね、いけそうかな。じゃあママに会いに行こっか、ママに一旦、これでいいか、よし、画面映そっかな、映しちゃおっかな、じゃあ、なんかマリカが一番左に来てる、触ってねえのに、たまにあるんだよね。お待たせしました、ワンやってます、実はワン経験者です、自分このゲーム。はっ、あれ、デスクトップ、待って、デスクトップ音声これ入ってねえな、なんか最近デバイス変わるんだよな、ちょっと待ってね、最近デバイス変わるようになりやがったこいつ、ああそっちになってんだ、一の二変わったねー、なんかちょっと調整するんで待っててね、待ってね、音のあれがこいつなんか変わるようになったんだよな、あ、ちょっと待って、これじゃない、なんで変わるようになっちゃったんだお前。音待ってね、なんかどっち、俺のインターフェースかどっちか分かんないんだけど、音が全部ね違うようになっちゃって、あっくっ、あっ、あっ、あ、違う違う違う、これじゃない、これじゃないな、お前じゃないんだったらお前か、はっ、あ、これ無難、これ一旦無難だな、これ乗ってる？これ乗ってるな。これ一旦無難だな。これ一旦無難だな。ちょっと出してみるか。はい。さあやってまいりました。ついにゲームです。なんと。なんかゲーム来た。えい、こりゃ。うるさ。ガチで。えい、こりゃ。ちょっと待ってね。お前うるさすぎ、クソガキの声がマジうるさすぎて耳破裂しそうだったんですけど、ちょっと下げますね、あれ、みんなの方も多分みんなを破壊しようとする勢いで流れてると思うんで、ちょっと下げます、ほんとでっか、マジデバイスなんでこんな変わってんだろう、うるせえ。ちょっと待ってね、じゃあこれでこんな感じかな一旦、どうどう、
あ、逆にちっさ、ちょあげる。この辺はこの辺。あ、スパチャでございます。この辺どうですか。この辺どう。あ、てかまたあのロック革命あるから喉ちゃんと大事にしなきゃ本番まで。俺喉やられやすい人だから、この1週間ちょっとマスクして寝ようかなと思いますね、はい、あ、いい感じ。歌でゲームも聞こえないよ。先生じゃ今日は元気よ、ちなみに、うん、今日は寝てこれたんでちゃんと、うん、うん、ちなみにコーラ飲みながらやってます、ゼロカロリーコーラ。いや、もう喋ったことあるよたくさん。ほんとやろか。ママにゲーム隠された2です。ママに会いたくなったんで、うん、おかんに、おかんに会いたくなったんで、これ1もやったことあります、実は。で2も出てるんですよ。で2もスイッチちょうど出てて、いつか2やりたいなって思ってて、はい、まあ、ちょうどいいなと思って今日やっていこうかなと思います。まあママにピキる可能性はめちゃくちゃ高いと思うんですけども、まあ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 ママなんですよね。あの結構1おもろかったんで、いろんな仕掛けがあって、うん、頑張っていきたいなと思います。俺の声大きい、ちょっとスローセンスよね。はっはっ、あああ、ちょこの辺調整して、よし。規制大事。いや規制できてませんからね。何個あんのかな、多分まあ50問だろうな、おそらく、うん、多分50問だろうな俺の予想。やっていきましょうか。あの1ね、結構クオリティ高かったんだよな。え、それみたいな感じだったんで、あー、そういう感じで、まあ、初級は簡単です。ゲームを見つけるゲームです。はい、ゼロ回おいしいスパチャーです。あー、1日目クリアです。もうこれもう、もう絵に描いたような、うん、でも脚立、あ、左にあるものが基本的なヒントになってくるんですよ。で、あそこありますよね。で、ママに見つかったらゲームオーバー で俺も1をやったことによって知識がついてるんで、まあ、ノーダメというか、ノーミスで、こちらママに合わずしてゲーム手に入れていきたいなと思います。そう、頭使うんですよね。奇想天外の発想。前回1やった時は途中から意味がわからんかった。なんでそんな、やり方でゲーム手に入れる？そんなやり方でなぜママがいる？っていう疑問を問いかけたくなる感じだったんですけど、まあこれどう考えても放棄ですよね。だから僕はなぜ放棄をチョイスしたかっていうと、この下にゲームが見えたから。でもあれが手が届かないんですよ。だったら放棄で、つまみ出してあげる。あー、つまみちゃってます。もうこれはもうね、チョロ Q もチョロ Q ですね。はい、うん。この下に置くのは楽しいですね、ゲーム。精密機器ってことを理解しろんのかって話。うん。ホコリ入ったら一瞬で壊れるぞと。切れてしまいたい部分があるんですよ。さあ見てください、これ擬態がね、うまいようで下手なんですよね。あれだから本棚には触れたくないっていうのと、まあこのタンスのクローゼットの上にあるので、壊れとるかな、脚立。これあかんな、本棚だな、これは。これ本棚だな、これ罠なんですよ、これ罠。これ本棚、脚立壊れてるんで怪我をします。なのでこの子たちを積んで届くか、それガチで。これ取ったらママがね、おるんでね、これ2つでご提案。いけますか？よーし、素晴らしい。4日目にしてちょっと難易度高いな。いや、壊れた脚立は多分足の骨折れてたと思います。で、これママの首が転がってるんで、あそこはちょっと触れないようにしましょう。いや、待て、これはママじゃない。見てください、みんな。騙されないで。なんと、ママのポスターです。あれに騙されるようじゃまだまだ早いんですよね。で、これなんか見つけましたね。おそらく、ポスターを剥がせるもの。じゃあ、その奥にあるのは、なんだい？ゲーム。失礼いたします。やっぱこう、タンスの下から、取るものが、ゲームって限らないんでね。うん。こういったもう、図が工作、家リフォームしてるんで、まあ、いろんなところにゲームを仕込めるようになってるんで、まずは疑うところから入ってもらいたいですね。はい。まあ、僕、天才なのかと思いましたね。で、これがめちゃくちゃ怪しい。キーになるとは思うが、まずは、この辺を無難に、散らかしていく。ゴミ大好きなんで。ない。で、おそらくここママなんで、ここは見ていい。まあ、変わり身の術ですよね。はい。月光花も使います。まあ、この変わり身の術をいただいて、ん？待って、見つけた！待って、あったわ！あった、ここに。気づかなかった。これを足場に使えってことか。あー、ここ広げてたらちょっと捕まってましたね。あー、セーフ。よーし、6日目クリア。あー、ちょっといい。バカー！ちょっと待って。押してねえよ。びっくりした。最初からなったかと思った。よし、続き行きましょうか。危ね。なんか、
リセットをしちゃったのかと思いましたね。7日目、特に、ヒントはもみじということで、おそらくこの中にママがいる。よか、危ね、一瞬触るところだった。あー、これ吸い取るのは正直ナンセンス。一旦これ吸い取ったママいるんで、上かな、上を吸い取りましょう。え、吸い取れない。え、吸い取って大丈夫これママ、これママ、ママ の頭吸い取らんの、お味噌こっち吸い取ろうかな先に。あ、よかった。そんな小さな葉っぱ2枚で隠せるゲームなのかこの任天堂 3DS は。まるで 3DS だな、どう見ても。危ねえ、よかった。俺やっぱミスしたくないんで今日、うん、吹き出すやつだ。どっちだった、吹くやつだった、吸った。俺意味わかんねえ。ちょっと待って、これ8日目右左移動できない。バカタレ、クソ。うわ、うぜえ。ママ賢い。うわ、影利用してた。奥にいましたね。あー、こっちかだと思ったらもう君木だった。じゃあ左なんですよ答えは。うわ、うぜえ。 IQ が高くなってるよ。もうこ、今そう簡単に一発はクリア、させてくれないということで。さあ、納豆がヒント、4つある納豆。おじいちゃん納豆欲しいの？前回お箸ないんじゃないの？お箸、納豆食べる？あ、お箸食べ、あ、よかったやった。でも納豆ないね、おじいちゃんね。じゃ納豆ちょっと持ってってあげようか、これ。うん。1個じゃ足りないんだな、おじいちゃん。食欲旺盛な、まあ、育ち盛りと言いますか。うん、まだまだこっから食べていきますよ、という感じで。じゃあ、まず、蕎麦かな、これ、納豆じゃなくて。はい、まず、一丁。蕎麦ですね、納豆じゃなくて。もう一丁どうすか？あ、これ前回ね、ワンの時もそうだったんですけど、おじいちゃんにね、ありとあらゆるものをあげたいゲームなんですよね。前回飲み物あげまくって、ちょっとなんか大丈夫かなって心配だったんですけど、食い物ですね。はい、4杯目。あ、あー寝る、トイレじゃなくて、そこをどきな。これはワンで予習済みなんだよ。お前が、俺様の大事なゲームを踏んでるっていうことは。うん、二度と踏まないでください。さあ、10日目、ついに、来ましたね。あれは、人をダメにする、クッションなのかな？これだと、ちょっと届くのかな？一旦左見ようか。いや、これでいけるか？置いてみましょうかね。届くのか？果たして。あ！いや、届かないよな、そのクッション。寝よっか！バカか、俺は、もう。寝るだけじゃダメなんだ！目的はゲーム！なぜ寝たんだい？なぜ？メンバー取るかありがとう。これは罠だね。あー、なので自分に使うわけじゃない。何か寝たことによってママが気を利かしてやってくれるのかなと思ったんですけど、ママを寝させる。あー、そういうことだよね。ママが寝ちゃえばこっそりそうサイドステップでゲームが取れるという。いかにこれ、睡眠薬、まあ睡眠薬違うな、なんていうの、眠ってもらうみたいな、ママに出くわさないゲームってとこなんで。さあ、懐中電灯をゲットしましたね。まず明かりを照らすことができるという点。あー、暗闇にあるね。じゃあ電気消そっか。消して、ここでライト奏でちゃおうかな。あ、そういう、マスクの仮面、お前誰だよ。ママでもない。ママでもないのになんでゲームオーバーなんだよ。わかんねえよ。なるほど、そういう罠があるんですね。じゃあまずこのカメラを、ライトを持った状態で慎重に探そうか、ゲームを。あいつを映しちゃいけない。あ、これは、あー、ママいるね。危ない危ない。ママじゃ、不審者いるよ、不審者。この暗闇に乗じて。ちょっと、あー、ママだね。大丈夫か、それは。ちょっと不安ですね。ここ開けて、この中、いや、ないね。下の方とか落ちてたりしない？あったー！よーし、クリアです。いやー、ちょっと心配ですね。なんか、アルソックとか、入れた方がいいんじゃないかなって思いますね。はい。さあ、次。12日目。なんだこれ。バーベキューのやつ、火沸かすやつか？あ、出た出た、VR！ バーチャル彼女とかやります、おじいちゃん。あらららら、楽しんでんだ。うん、いろんなありますかね、 VR。 俺持ってないんだよな、ただオキュラスとかね、有名なんですけど。あ、ごめん、おじいちゃん。まあでもちょっと置いてもろってね。はい、何回言ったらわかるねと、踏むなって、大事なゲームなんで。さあ、次行きましょうか。12日目、結構ちょっとまあ難しいみたいな。
あれバーチャル彼女じゃなかったっけ、なんだっけ、あ、ちょっと待って、見てなかった見てなかった、待って見てなかった見てなかったけど、どうせこっちやろはい、見てないけど、もうこういうのもう本当に慣れてるんで、うん、むやみやたらに信用しないでください、この目の前にいる人を。左上でしたね、はい、まあ、若干弱体みたいな部分がありますけど、全然そうです、うん、ちょっと邪魔だったので仕方ないですよ。あー、シャワールームか。あー、届く、これ届かんよな、決まっ、あ、水出して虹をかけたら、あら不思議、僕は虹を伝ってゲームが取れるんだ。14日目にして早くないか、これ、常識というものをなくすには。俺もうちょっと常識的にゲームしたかったぞ、30日目ぐらいまでは。14日目にして、まあ言うて2ですからね、このゲーム。まあ、もう疑ってはいけないかもしれないね。さあ15日目、さあおじいちゃんがキーパーソンになる気がします。違う、ママ違う、勝手にカーソル飛ぶな、そっちに。まあ、これちょっとやめてほしいわ。おじいちゃんがまたなんか飲んでるんだよな、ここ別に明かりない、ここ。あー、マスク、ちょっとイメチェンしようか。おじいちゃん、あんたね、まだまだ現役でやっていける。さあかぶって、かっこいい、ゲームオーバー若返らせてしまったようですね。あー、かぶっちゃいけないんだ、おじいちゃんマスク。じゃ、おじいちゃんマスクダメだったら、どうしようか。俺自身がかぶることできたら一番熱いけどね。かぶれない。あ、まだ開いた。あー、UFO 来た、UFO。よかった、やってた。UFO!UFO!UFO! UFO! あ、UFO ゲットできた。あれ？何に使うんだろう、UFO って。ゲームの位置わかんないけど、ちょっとおじいちゃん連れてってもらっていいか、UFO さん。ちょっとその下にね、ゲームありそうなんで。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。そうですね。その間にちょっとゲームの、あ、失礼いたします。そうです。ちょうどね、よくね、自分の下にね、ゲーム踏みがちなんで、困ってたところなんでね、たまにやっぱちょっと連れ去ってもらって。はい。さあ、次は忍者ですね。はい。一気にちょっとクオリティが下がりましたね。まあ、ニンニンということで、そこの、クローゼットを守っている感じがしますね。あ、忍者はね、ボールもあるんですけど、まあ、手裏剣なんですよね、忍者が好きなのは。いや、忍者は手裏剣の扱いが慣れてる。という点でボールでボコす。そっちだな。失礼ですよ。直球。煙玉だった。あ、バー、お前まだ二重構造。どけ、知念、あ、脅しで使ったんだ。マジで投げるぞと。ちょっと物騒な子供だね。ワンでやった頃はちょっと引きこもり少年になってたんで、まあ将来心配な部分はあったんですけども、はい、まあ脅しを使うように育ちましたね。あなたの、ママの息子は立派に育ちました。一人でも大丈夫です。さあ、17日目。あー、闘牛士来たな、これ。赤色に、あー、これ分かっちゃったわ。赤色で、誘っておじいちゃんに牛を当てる。いや、もうそれしかないじゃん、こんなので。ここ、ま、緑の奥、ママ絶対いるんで、よーし、渡しますよ、ください、よ。さあ、どうどうどう、あい、いった、バカ下手、お前避けるよ。なんで避けなかった、避けれたよな。赤突進すんのに、ダメだったのか。白色も持ってった方がいいのかな。ここで、あ、おじいちゃんに持っとけば、あー、よかった、こっちか、正解。よかった。あ、よかった、よかった。自分やるんじゃないんだ。よし、ナイス、スムーズに。17日目クリアということで。さあ、次、トランポリン、跳ねる要素。あー、ジャンプして超えるって、これは、縄に見えてヘビなんで触っちゃいけません。シンプルにトランポリンを持って、届くのか、これ。飛んで。あ、リズムゲー来た。タイミングゲー。3、4、5、6、ば、6、むずい。1、2、3、4、5、6、7、8、もういける、もういけるぞ。あー、よしタイミングがシビアなんだけど。18日目クリア。これなんかゲーム要素たまに出てくるんだよな、途中。さあ、これ実はね、知ってる人は少ない。あ、ごめん、ママ、お姉ちゃんですね。はい、妹じゃないよな。うん、静香ちゃんっぽい感じのこの子。まあ実は身内いますということで、それちょっと借りていいかい。あ、ダメ、なんで厳しいんだよね、子供に対して。ちょっと興味本位でさ、触るぐらいいいじゃん、それ。なので厄介なんで、一旦まず窓を開けてみて。あー、これヘッドホンの代わりになりそうだね。いや、これ、むしろママこれヘッドホンの代わりになるだろ。ダメそれ。いや、音楽聴けるじゃん、それでも。あー、ちょっと意外となんかしっかりしてんな。あれじゃ対応してくれない感じ。あ、これで、
壺を割らずにひっそり取るみたいな。で、あ、できないか。あ、じゃあお姉ちゃんに代わりにこれ使ってもらおうか。あ、それ違う。あ、失礼します。あのお姉ちゃんバカなんで。はい、別に。あの、音楽聴いてるわけじゃないんですよ。あそこの頭に圧迫されてる感じが、気持ちいい人なんで。まあ、そのうちにこれ割って、失礼しますみたいな。家族構成が分かってきましたね。誰がおかしくて誰がおかしくないか。まあ、今のところ全員おかしいです。はい。まともなのが自分っていう非常に心配ですね。20日目。これなんていう名前だっけ？ペリカンだっけ？ペリカン。ペリッパーか。あー、魚かプリン。あえて僕は、プリンをチョイス。ごめんお姉ちゃん、あんたのだったのなんかあるよね、よくそのなんていう家族で、いやそれ私が買ってきたやつなんだけどみたいな、うん、俺も兄弟いるんでわかりますよ、うん、食べられただけで。じゃあこっちで、はい、お食べ。ママか、ほんとママダメだよそりゃ。まあそんなとこ行っちゃダメだよ、わかんないよそんなとこいるの。ということなので、一旦触れつつ、うん、魚をそこに使う感じじゃないので下に置いちゃおっか。あ、そうそうだ、そっちか、よかった一瞬ママ見えたな、一瞬、うん、だけど消化されてない。肉食じゃなかったら消化されないとかあんのか。ペリカってでも肉食だよね若干。さあ、ゾウということで、あー、吹くことができる。これで一旦お姉ちゃんをいじめます。打撃を加える。はい、まあ、これは本当に八つ当たりですね、単純に僕の、まあ、溜まってたんで、たまにはこういった感じで、ストレス発散していくのもありなのかなと。で、あえてここをゾウさんは何も反応しないんで、まずこれを持って、これでゾウさんと共鳴します。さあ、風船ですね、膨らましてもらって、大爆発どうですか、やってくれます。お前そんな、なんか仕事できるんじゃないか、サーカスとか。ああ、極限師なれるぞ、こんな家にいないで。俺の面倒見なくていいから全然。ということなんで、おならとかで吹いてみます。おならで吹く概念はない。ああ、タンス、ここちょっとお姉ちゃん俺に興味ない。待って、これ、え、なんだここ、これ使える場面あるか。これちょっと情報があまりにも足りないですね。自分で割りましょうか、これ良きタイミングで。ここです。あー、膨らんだ風船ゲット。ということは、お尻ですか。いや、使わない。これお姉ちゃんの耳元で大爆発させようか。え、多分そうだよね。あ、ボールにもなるの、楽しそう。あはー、俺もなんかマジシャン的な仕事できそうだ。うん、あの風船だと思ってたボールでした。うん、バランスボールでしたね。はい、うん、あの、なんだろう、質量とかなんかそういうやっぱ概念を超えて、あ、何でもできそうな、あの未来が感じてましたね。まあ一旦まず見て、窓ね、あの現実逃避しましょうかね。日差しが素晴らしい。あ、カメレオンくんがまあキーになると思うんですけど、バナナをか、バナナを育てます。ここでバナナからバナナ育つと思うんで、あ、ハエかな。で、ハエゲットします。カメレオンもね、バナナ興味ないけど、ハエは興味あるんで。で、こことか、どうですか？あ、プーンって。あ、なんだ。はーい、壊さないでよ。ありがとうございます。あんな伸びるんだね、カメレオンって。あの、擬態するだけじゃなくて、やっぱ、舌とかの範囲素晴らしいんですね。じゃあ、23日目。クローゼット、これ自体がゲーム。待って、これ、ママがいた。あー、俺、これ、なんか映画見たことあるな、こういう感じの。なんだったんだろう。いや、思い出せねえ。ないかな。なんか、風船もらえるやつ見た記憶がありますね。で、これ、ダウジングで、まず調査します。あー、この辺、壁とか、溝なのかな？ちょい、右側行ってみましょうか。この辺とか、どこか怪しい部分。いや、特に反応はないですね。壁とかってかも。いや、音もないよね。ん？なんか、変化ある。いや、ないよね。壁とか、あ、待って、あー、おったおったよ、壁にあったよ、曲がった、一丁前に判定がシビアだった。なんか別に音なんねえなと思ったら、些細な振動と横に曲がるっていう、めちゃくちゃ難かったです。さあ、今度はドミノ倒しですね。これ途中で倒されたらめちゃくちゃ萎えるんですけど、さあそこパカッとやれても何もない。これまあ最後に、繋いで、やってみましょうか。お願いします。ゲームオーバー。納得いかなかった？それだけじゃ。俺楽しかったけどね、ドミノ倒しできて。あー、じゃあおそらく、あれなのか。あ、取って、一旦倒す前に、ドアを開ける必要がありそう。
ママありがとう、楽しいでしょこれ、あなたにお届けしたかったの。あ、いやいやいいですよ、まあもう返してもらいますよ、せっかく俺が積み重ねてきた、20年ぐらいかけて作ったドミノ倒しですけども、まあ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 、ゲームね、その代わりね返してくれたら許してあげますよと、うん、まあドミノ倒しガチ勢でしたね。さあ、いつも陽気なおじいちゃんも今回もいてくれてます。まず窓を開けて、見ます。見てください、野球の時間なのかな。じゃあバット持ちましょうか。で、窓ガラスを割る心配もありません、ここ、はい、開けましたので。おじいちゃんご準備よろしいでしょうか、あなたがバッターです。おいおい、やったことねえのか、見たこともねえのか、もうそんなにもう、まあ、じゃあ俺がバッターやる必要がありそうだな、これは。おじいちゃんピッチャーで投げてもらおっか。ああ、じゃあここ開けといて、じゃあここ立ちますよ、じゃあ自分。さあお願いしますおじいちゃん。あいあいあい、3つ4つ、おいおい、数が多い、数が多い、おじいちゃん数が多い、なあそれやらない、バカたら、ぶねぶね、ゲーム打ってたらどうなってた。ふぅ、危ねえ。あいつマジ、恨み晴らしてきたな、このタイミングで。散々俺が闘牛士に当てたり、なんか UFO に連れ去ったりしたから。流れで俺のゲーム破壊させようとした悪魔です、完全に。子供にさせるような内容じゃありません。26日目、P、駐車場。まずはここを開けて、あー、これ車に落書きしていいやつじゃない？なんか、落書きできそうじゃない？いや、違う！で、車に落書きじゃなくて、P を消します。ここ駐車禁止です、移動お願いします。バカたれ、家の中車入ってくんな、アホが。グラセフちゃうんやつっていう感じで、ナイスゲーム。26日もクリア。グラセフとかも俺やってみたいんだよな、俺やったことないよね、5。いつかちょっとやってみたいですね。俺3、4、リバティシティやったことある、結構あのグラゼフ大好き子だったんですけど、ちょ、新作やったことないんでね、やってみたいですね。さあ、絨毯ゲット。これはもうおじいちゃん一旦かぶってもらえますか。あ、失礼いたします。さあ何が出るかな、こちら。タイミングよくこちらです。まあみたいなね、あるんで、はい、タイミングをねしっかりしてほしいですね。はい、まあ先に、まあ、あっこにママ来るってことはこっちでもいいのかな。いや、こっちじゃねえな、タイミングかな、タイミング。よし、いきますよ。さあもう一度お届けします。さあドラムロールのタイミング合わせて、さあタイミングあるからね、そう、大丈夫大丈夫。終わったタイミングかな。そう、行くよ。なんやもうこれ、なんやこれ、なんやこれ、待って、むずいこれ、待って。うん？ジャストタイミング、ジャストタイミング、タイミングだと思うなこれ俺。ここ開けたら多分ゲームオーバー、さすがに。絶対そう、絶対タイミング、絶対これ俺が保証する。あの、終わった瞬間にボタン押さなきゃいけない。で、これゲームのシステム上、クリックできない状態になるから、いきなりうっすら。こっちとか、いや、ないよな、こっち。いや、おじい、絶対おじいちゃん、いくよ、聞いとけ、絶対。なんで？ね？タイミングじゃない？クローゼットとかか？いや、俺のタイミング下手か。ドゥルルルル。ドラムロール鳴ってる間にやればいいのかな？いや、これ、え？おじいちゃんなんだけど、無限に。いや、ここにしまうか。違う、いや、おじいちゃんだ。もっと良いタイミングある。なんで、おばん！もうおかんしかおらん！もうわからん、いや、わからん、わからん、何これ、わからん、どうしよう、何これ、タイミングいいと思うんだけど。おじいちゃんどうしよう、 あのおかんしかこうへん、え、俺タイミング下手なんかな、なんかあんのかな、え、これ見ても意味ないんだよね、え、俺タイミング下手だと思うんだよね、この辺っぽいできる、この辺っぽいできない、
いや、 やっぱおじいちゃん七変化だと思う。タイミングがあると思いますね。でここ違う。あー、いやないな。かぶせて、いやこれかぶしてる間右いけるか今。あれ、ママ右いけそうな感じあったな。きしょー、あれ今いけそうだったかな、隠してる間。あれ今ボタンハンデ復活してた、それか。いやどうだろう。あれ、なんか若干反応がいけるわー。うわ、キモっ。うわー、はめられてた、はめられてた、ツボにはまってた。よかった、クリア。28日目さ、ハトポッポということで。あぶねー、あれ結構厄介でしたね。でツボ割ると絶対来るんですけど、関係ないです、俺はもう破壊神なんで。今イラついてます。ツボ2個取りました。でここも開けちゃうと、まあうんこ飛ばしてくるんでね、あの一旦ボールでハトをまじ蹴散らします。2体いるんで、うん、嫌がらせどんだけできるかなんで、うん、あの動物でも仕方ないです、もうハトは。あの外出てもらってみましょう、うん、家にいてもらったら困るんですよ。よくあの庭とかでね、ハトね、あの巣作ったりする可能性もあると思うんですけども。はい、失礼します。僕は、悪ガキに育ちました。命を、大切さは理解してません。今がチャンス。さあトンカチをゲットしましたね。あそこ左開けたいですが、まずあなた、失礼いたします。どいてくださいよ。飛んでるハトに物を投げるような子供に育て本当に申し訳ございません。さあここを、缶を取って、はい、ゲームシンプルイズベスト。28日目クリア。次よろしくお願いいたします。貝殻、これは人魚いるんじゃない？なんか飛んでたな。なんだこれ、何これ、ちょうちあんこさん死んじゃいますよそんなサイズ。ちょっとでかいですね。食われたら一貫の終わり。まああれは一旦イソギンチャクとか、なんか2もいる。あー、それちょっと毒持ってんだ。あー、完成しましたね。では生身の手で触らないように気をつけて。あそこちょっと恐ろしいな。まあ、壺一旦待って。あ、ニモそこにいたの。あなたが行くべき場所はそっちよ。じゃあニモをね、返してあげましょう。一旦そちらに。そう、ゲームがね、ここにあるんですよ。普通にシンプルだった。まさかニモか。答えそっちか。貝何だったな、みんな。さあ、目に変えたような罠があります。30日目、大台乗ってきました。あれはもう本当に、えぐい。きっちゃ、紙。これ、割れてるかどうか、これ使えるな。で、ここで、糸を切る。違う。これで、糸を切れない。こっちを切る。バカ、俺、アホなんだ。何切ろうとした、お前。糸切ればよかったよな、今。なんで糸じゃなくて、あれ罠にかかりに行こうとしたんだ。え、今、切れたよな。これ使って、あ、違うよな。え、なぜ？これ、あー、切れた！なんだったんだ？さっきの判定はバカだったのか？いやー、え、判定が？メンバー取られると？いや、素晴らしい。30日目クリア。さあ、押してはいけないようなボタンがありますね。我慢できません！ママ！ママ！遊び心がすぎるよ。ボタンしかないんだもん。押すでしょ、それは。ダメだったか？はめられましたね。押してからちょっと、もう一回押す。あ、待って、これ調整できる。ああシビア判定が。いや、今、絶対調整してた。くっそ、ムカつく。絶対、セーフだったと思うけどね。わかります。任せてくださいよ。これいける。あーし、お前、ジャンプ力高すぎ。体操始めたらどうだ。よし、あいつも31日目クリア。うん、キャラコン。さあ、オスプレイでしたっけ、これ。左のやつ。使うようになったのかな。ラジコン操作。A で上昇。あ、めちゃめちゃゲーム来た。あー、危ねえ。よしよし。さあ、向こうまで行け。あー、むぜえ。むぜえ、シビア、判定が。さあ、物にぶつからないように向こう。残念、こちら気をつけ。野球ボールも飛んでくる。あれ、さあ、さあ、こう、意外と地味に操作がむずい。A ボタン押すと横にするな。おじいちゃん、危ないよ。髪の毛持ってっちゃうよ。髪の毛ないけど。さあ、こういうスレスレを通り抜けて。さあ、俺のゲームどこで、猫！クソガキが。こいつ。お前、飛んでくるタイプかよ。うざすぎる。ゲーム性が高い。ゲームまで遠いよ。どんだけ広いんだよ。めっちゃいいとこ、ナイル DK だ。この広さ。さあ、あの、最後の猫が、最後かわかんないけど、飛んでくることってか分かったので、一旦、あそこで加工しよっか。うん、下の方行きましょうかね。さあ、ここ通って、さあ、そこ飛んでくるんで。下、そう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 。これ絶対ママ来るんで、上。そうだよな、絶対来るよな。さあ、ゲーム来た！バーン！よし、壊れてないか、心配だ。大丈夫か、そろそろ。いろんな手段を使ってダメージを与えてきてる気がするか。32日目クリア。さあ、カーソルがポイントとなっております。一旦取りましょうか。このアイテム、どこで使うんでしょうかね。ここ、いや、違いますね。
この辺、いやこの色はこっちだ、いや違う右か、これ右にも行けるよ、右に行っていいよ、行きますよーし、合ってましたね。で壺かな、ザリガニをゲットしましたね。はい、でこのザリガニでチョッキンなすることでゲームが取れます。素晴らしい IQ 高しです。こういうゲームシステム、メニューの穴をついてくることもあるんで、さあ超能力者ではなく何か、魔女的なものを感じますね。壺、あーなるほど、魔法使い、あ MP が足りない、バカこいつ、こいつ MP 足りない、回復しろ、だから何、いや言ってバカ、回復させる必要なかった、こいつ切れたらよかったじゃん別に。うわうわ、なんで、え回復させる必要なかったね、俺飲め、俺が自分が飲め、あこいつなのか、募集してんのかなこれ、あ募集募集、あ募集募集、え俺飲めたりしない、俺飲めたりしないか、でもゲーム落ちるんだよな、え切れるよ魔法早く、何してんだよそんなところで、邪魔なんだけど、どけって、さあ MP が切れたね、疲れた、お疲れ様なんだ、いらんかったこれ、使う必要、魔法瓶取る必要全くなかった。さあ0点のテスト、これ見られたくない、俺のなのかな、隠しますまず、はい、ありえないんで、ありえないんで隠す、あーとママ、ママ俺正直に言う0点でした、あダメな世界線だここ、正直に言ったら許される世界線もたまにあるんですけど、ここ許してくれない、世界線でしたね。あーじゃあやめときますかと、あじゃあ右行って、それゲーム欲しいんで、ちょこれと変えてくれや、ダメかゲーム変え、ちょママ、ちょママ、ちょママ、えちょこれ、ちょママダメか、テストがやっぱ欲しいんじゃないかな、これで見せらんねえよなこのテスト、机の下でおびき寄せよっかママ、いやダメか、右下らへんとかクローゼットに放り込めたら一番熱いんだけどねママ封印、あ絨毯取れない、こことか置けない、ママうん、ママダメなんだ、ママなんだろうこれ、35日目、あーと、うん、10日目あれ10日目あそうか、はい、はっせい、はい、はっせい、はっせい、はい、あ、あだまーす、はい、失礼いたします、さすがにね、うん、100点だったら突破してくれる、うん、これもやっぱ、まあ、0点はさすがにダメなんですけど、うん、なんかバグっとったね、まあ、色が変わってたね、まあ、プリンはママのなんで絶対無理なんで、うーん、犬が、犬プリン食うかな、犬、うん、犬プリン、いや、ダメか、やっぱお姉ちゃん来るんだよ、うん、犬ダメなんだよね、プリンママ来るから、お姉ちゃん来るから、あーこの辺なんもないもんね、一旦フリスビーで遊ぼうやワンちゃん、飛んでけ、そっちだねプリンじゃなくて、飛んでけ、あいへー、ママ違うんだ、ママ違うんだ、本当にガチで悪気はなかった、なんでママプリンガチ勢なんだよな、ということはまずこれ取るの合ってる、でプリン取るとやばい、封印できない、あーやばいねこれ、いや待って、これおね、お姉ちゃんに、お姉ちゃんにあげたいけどな、あそこで、あーそこね、よかった、誰もいないところに投げる必要なかった別に、うん、ただ俺が丸が気になってさらわる男の子になってたから、マンホールはマジで危険、開けます、何してんのそこで、家にマンホールあんの、あこれはもうちょっと水が出てきたら怖いですが、これ左を通って歩いていけみたいな感じじゃなくて、あだよね、ああーしっかり見てますよ、で今も通っていいのかな、あ失礼しますよ、あ普通に、あ外にゲーム持ってってんだ、最悪だこれ、車引かれたらどうしよう、さあ穴が開いている38日目、これ目の着眼点大事ですよ、これは死ぬんですよ、まあ、たまには、うん、人生に疲れた時とかはこういうのもチャレンジしてみるのもありなのかなと思いますが、まだそんなことしたくない僕、38日目、一旦右行こっか、ここ開けて、赤色のピンク色かなカーテン、なんか使える、あースーパーマンなのかなっていう夢を見た時期もあったよね、バカお前、子供バカなんだから本当に、ちゃんとそこ面倒見て親、うん、危ねえよ、さあこれを、まあ、一旦
いやでも飛べんのかなあれ。え、お前なんか、いやママだよな。いやこれボタン押せば飛べたりするかな。ワンチャン、ワンチャン操作いる系。いや違う、まだ早まるな、アホ、まだ早まるな。そんなに命を投げ捨てるな、大事にしろ。多分ボタン押したら飛べたりせんかな。ちょ、もう一回試してみるね。いきます自分。いや違う、あ、掴んでてあげるとか、掴んでてあげる、もしかしてつまんであげる、この手で。それもワンチャンありそうじゃない。俺試せるものは何でも倒すよ。よしよしよし、バカ。あー、この子ダメだ、この子ダメだ多分。あー、将来性がちょっとない気がするね。悲しいけどダメなんかな。なんか、え、こっち行く、逆にそっち飛んでみる。いや飛ばない、お母さんと飛ぶ。え、ダメか。あー、ここ開け、いや違う、バカ、垂れてこっち側にクリック押せばそっち飛んでくれるとかあるかな。ヒーローになりたいんですよ僕だって。うん、スーパーマン誰しも憧れる、少年ならば、男なら追い求めるんですよ。あれ飛ばない、これとか、なんだこれ、なんだこれ、ダメか、これ飛ぶもんな、これで投身自殺するもんね、人生諦めてんだよね。いやこれどっか開けて、いやーマントが鍵だと思うんだけど、なんだろうこれ。38、飛べたいっすね、なんかないかな。諦めちゃうもんね人生。左上、こことか、いや、持ってても飛んじゃうから、パッパッパッパ、いや飛んじゃうんだよね。いや、やっぱつかみか、つかみとか連打とか、つかみとか連打とかかな。ここなんだろう、ママ来るもんね。あれ、なんだそれ、なんか取れた、なんか取れた、なんだよそれ、なんだよ、なんだよそれ、なんだよお前は、お前何なんだよ。38日目クリアです、ありがとうございました。はい、さあ39日目いきましょうか。僕はもう何の疑問も持ちませんよ。はい、三角マーク、うん、何でしょうねこれ、何かボタンっぽいのどこかで使いそうな、気がしますね。一旦穴、これ取りまして、封印した方がいいのかな。いや違いますね、これも取れるんですよね、こういうのも。テコの原理やな、これは、これはテコの原理やな。お母さん、どっか行ってもろって。はい、失礼しました、これは分かりやすかった俺は。はい、もう無我の境地。39日目、さあ40日目、大台�乗りました、残り10日間。さあ瓶の中に入っているゲームのサイズ感がめちゃくちゃ小さくなってきてる気がするが大丈夫か。絨毯は使えない、ママは何かスマホを見ている、これも開けれない。取ったらどうなるタイプだこれ、触れるのか、触れないならば石でやるまでよ、物理攻撃。おじいさんののの、これその瓶、そんなとこ入れないでもらっていいかな、おじいさん、それダメなんだ。じゃあ取れないよね、これありとあらゆるものが触れるものになるんで、まあ、一旦取って待って、なんかおるわ、ハエが、ちっちゃいハエが、全然気づかんかったちっちゃいハエがおったわ。ママハエとかどう、ご興味ある、怖いよね、これびっくりマーク炊いて取れるんですわ、それ、そのびっくりマークは取れへんけど、じゃあこれ取れたんでね、じゃあこれ借りるわ、これ、うん、これノコギリに使えるんだわ。はい、しっかりゆっくり取って、はい、切り込みを入れて、綺麗にね、音立てずに、泥棒の手口だわ、これもはや。40日目クリア、ありがとうございます。うん、これ、シミュレーターか、泥棒シミュレーターか、このゲーム。さあ、テストの0点、もう頭が悪いすぎる。もう少し点数取ってくれ。赤点ぐらいは超えてほしいところでありますが、また0点取ってるので、ちょっと変えたい。で、下になんか見えるな。あれ、ワンチャンゲームか。で、この下は何だろうなという感じで、覗きたいが見れないんで、一旦お掃除してみましょうか。さあ、何が出てくる？あー、体重計が出てきましたね。何かこれもコンビネーションを使う感じなのか。体重計乗せることによってみたいな。はい。一旦テストのよ、と、もう取りますか。コンボ技ない。体重計置けない。重さでこれ100とかに。ママの体重は100ぐらいあるんじゃないですか？見ましょうか。あらら、あなた
終わってますね。はい、ダイエット頑張ってもろて、テストの手なんて関係あらへん。全然予想外、全然予想外でした。こんなつもりじゃなかった、またあの体重計の数字で100作るかと思ったら1ミリも違いましたね。はい、おそらく、ごめんママ、おそらくこれは熱いブロックなのかな、マイクラでいうマグマブロックがあるんで、あ、水溜めるんじゃない、これここに水を貯蓄していきましょうか。マグマブロックだ。いや、スーパーチャットありがとう。まあ水溜めて大きいものを作ります。1個でこと足りるのかな、一旦。いや、1個じゃないのか。あ、全部水入れてみようか。何個かあって初めてみたいな。はい、水溜めて、はい、ゲットしまして、これとかも、まあ、4つ分、使うのがちょっと気になる部分であるんですけども、まあ溜めて、はい、申し分ない申し分ない。はい、でここで使うとかじゃないよね。まあここら辺、4つあれば、これどうすんだろう。あれ、行っちゃう、行っちゃわない。バカお前、バカお前、水溜めたのに、水出ないんだけど、これなぜ。でも安直すぎるか、水ん、安直すぎる、水入れない別に。あれ、待ってよ、こことか、あれ流したりしなかったもんね。バカお前、そんな死にたいのか、アホタレ。熱いだろ、どう考えても。何か使えないかな。もう一回水溜めてみようか。あっちで済むレベルじゃねえけどな、これな。もう大やけどよ、足の裏靴下ボロボロや。さあ、これ溜めて、水溜まってる。あ、バカタレ、俺はバカタレなんだ、知ってました、バカなんですよ自分は。水出せるよね多分、なんか判定がな、もしかすると。これまず1個取るよ、1個、まず1個取ろう。1個取って1個入れよう。1個、はい、あ、素晴らしい素晴らしい。で、この1個をまず使う場所見てみよう。あ、なんやそれ、あ、そこ、あれ、そこで使うの。一旦これ4つ取ってみようか。あれ、何それ、そこで使う必要性というものは一体どういう意味でしょうか。ちょっと僕理解がしかねるんですけども。あ、横に並べるんですか。え、なんでですかそれは。そこはなんか何かあるんですか、右の方に。え、繋げていきます。え、なんですかそれ、なんか、なんかあるんですかそれ、何かデータあるんですかこれ。ちょっと意味わかんないですけど、4つ並べましょうか。は、傾いた、傾いちゃった重みで。え、どうなっちゃう、左、バカ、なんだそれ、なんだそれ、1ミリもわかんねえよ。で、マトル変えてます。はい、ちょっとよくなんか意味わかりませんでしたね。まあなんかなんとなく突破できたのかなという部分があります。はい、次43日目、謎の、傾き。まあ家引っ越してもいいんじゃないかなって僕的には思うんですけども、ここは何もない。さあ、バランスボールと見せかけてママがプロレスの体操を取って待機しております。いたらスルーでよろしい。43日目、うーん、壺一旦割って、そこ罠なんだ。あー、忍者屋敷、怪我、大怪我ですね。はい、足の骨終わってる可能性もありますが、うーん、あそこむやみやたり突破できないかといって、ここ取れないんで、おじいさんに協力を仰ぎます。仰げません、あそこ通れません。あー、壺割って使えるものありません。43日目触れません。なんだこれ、あれ、行っちゃうよな。穴がね、もうめっちゃ綺麗な穴が開いてんだよね。ん、お、まあ、基本的に確かにね、おじいちゃんいる時っておじいちゃんに何かするっていう、データがあるんで、基本的になので、使いたい部分でありますが、あ、自分から行くパターンもあるんだこれ、テクテク行かないで。あららら、それはもう本当に保険効かないよ、自分から行っちゃうやつは。あそこ突破できないけど蓋できるやつね、これ蓋できない。おじいちゃんも、あ、おじいちゃんダメですよ、お借りしますよこの足は、失礼いたします。あいついいもんばっか持ってんな。あー、ゲーム敷いたり、丸い地面敷いたりだとか、 あいつ良くないね。まあ爆竹持って火も借りちゃおっかな。焚き火、木の枝も借りちゃう、全部借りちゃう。全部使うとか限りませんね。44日目、多分火使わないんじゃないかなこれ。これはこうやって押すんですよ、押せないか、ちょっとあまりにも
いや、押すタイプだと思うんだけどな。ちょっと力足りない。もう一本どうじゃ？もう一本どうじゃ？あ、三つあれば押せるんじゃないか？みーふーん、原理。原理。どういう原理？でも正解でしたね。うん、あるんですよ、こういう原理、一応。うん、まあ、爆発じゃなかったね。つい爆発させがち。させたいけど我慢。さあここは、脚立があるので一旦お借りして、蛇がいるのであそこ開けたくない。でこの線が非常に怪しいけど、多分渡るとおそらく、死ぬ可能性があるので脚立置いて失礼します。ダメなの？何がダメなの？脚立持ってようが持ってまいようが関係ない。さあこの線をみんな何と捉えるか、そこタクシャー、シンプル蛇ダメですね。脚立なんだろう。渡れないんでこの中もない。そう、取れない、取れないよな。これ取れたらあちいんだけど、置けないかな。置けるそっち。バカ、まあ、渡ろうとするんだよね。こいつの意味をちょっと理解したい。白線、自力で渡ろうとしたらどうなる？あなた拒む？ダメなんだ。何の線だこれ、何の線だ、理解したい。何の線だ、脚立もう一回出したりするか。何の線だあれ、触れるものがない、この辺触れるものがない。何の線だお前、45日目、何の線なんだ。うん、渡っちゃうよね。なんだこれ、脚立さん容赦なし、突破する判断がない。脚立何の線だこれ、押せるものがない。45、いやないよ、渡っちゃうな。脚立通っちゃうもんな。蛇の尻尾とかが押せるものもない。45日でもない。なんか取れないよな。脚立がここ登れないもんな。これ登れないもんな。登れないんだよね。てこの原理じゃないよな。これかな。え、これは、あ、脚立届かない。あー、おバカさん、なんだそれ、その輪っかなんだ、何に使うんだその輪っか。いよいよこの水色の範囲を超えるようになってきた。青色の範囲を青色の範囲以外を超えるようになってきたね、画面にないとよ。もうこれ何、これなんだ、逆に明かりか、明かりを灯せか、フリスビー、バカなんだよそれ、意味ねえよ何も。画面外を使ってくるようになってきましたね。一旦あれ取って、なんか枠がね、できてますね。で、これ取る、輪っかが、まだ違うか。輪っか投げる意味がマジでなかった。あー、ゲームの景品、ありがとうございます。よかった。欲しかったのそれです。僕は、電気が欲しいわけじゃありません。はい。ゲームが欲しかったんで、さあ、やってまいりましたね。謎のクイズおじさん。さあ、入れましたね。さあ、シャッフル？それは意味がないんですよね、きっと。一旦無視して右行こうかな？一旦ここ見ようかな？どうせここの中でしょ？あ、違うんだ。え？そこじゃないの？頭？怖いよ、お前。子供に見せんな、そんなの。いきなり。怖いよ、お前。ありとあらゆるところを、注目します。はいはいはい。まあ、そこではなかった。ここかと思ったんだけどな。ママとかどう思う？逆に。あ、シンプルママだよね。まあ、一旦触れるところを大量に見るという点で、合ってると思うんですけど、下のやつ見よっか。違ったか。シンプルにゲームかこれ。シンプル勝負。ワンチャン。ちょ、行ってみようか。
右左右真ん中、え違うか、やっぱないか、そこには入れたりしないか。うわー待って、これ見つけて、なんか意味を、意味を見つけたい。今合ってたと思うけど違うかったもんね。でこいつ押すとなんか暴れ出すから、この辺とかも要注意なんだよね、もはや。あーない、46日目、ライトない、取れるあれない。あーこうやって俺が右左行くことによって混乱するわけでもない、メニュー画面もない、机とかにもない、46日もない、ゲーム画面ない。あれなんだお前は、ライト押せないもんね、むずいよなこれ。え分からん、えなんだこれ、見つけたい、僕答えを見つけたいよ。首落ちてる間に、いやダメか、首落ちてる間に違うか。ちょコーラ飲むね。ん？分かったみんな、真ん中ない、情報ある、難易度高くない、分かったやついるならほんとすごいよ。実際真ん中だもんね、一応左見といていい、あーじゃあ全部違うわこれ、全部違います。右意味あるか、やっぱ触れるアイテムじゃない、初動でも前の画面触っていいか、ダメだな、違うな、いや違うな、まず左でできることはない、些細な変化をも見逃さない、はい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 、クローゼットもない、押したことによって何か起こってるわけでもない、あー俺の注意力足りてない、俺の注意力足りない、ゲーム、これ違うよな、ヒントだよな、ゲーム、おわーバカお前、自分で持ってんのか、なんやお前それ、アホか、くっそ、これマジシャン、マジシャンが入れたんか俺に気づいたそっちか、ありとあらゆるパターンもやった、あれマジシャンのせいか。さあママパパ、怒っております。あこれ間違い探しか、あ来ました俺の大好きな。さあ残り3日となっております。間違い探し、紙が違いますね。はい、まず1個ありがとうございます。ガキの顔は、切れ込みが2つ入ってるのは変化なし、持ってるのは石鹸ですね、ゲームじゃなくて。ライトのサイズ感違います、はい、ありがとうございます。でカーテン違う、この上がそれとかじゃないよな。時計の指す、場所は、同じですね。この中とかって何かあったりします。シンプルに植物の壺が違います、ありがとうございます。3分の3ゲーム、わーこれシンプル、こういうのありがたい、ゲームしてるかと思ったら石鹸持ってたわ、なんかおかしくなっちゃったな多分。さあ48日目残り短い、そのマークは何、ロッククライミングのやつじゃないこれ、俺知ってるぞこれ、ロッククライミング、あの何回かやったことあるけどもっとやってみてえな。キリンさんロッククライミングとか興味あります、あー近寄んな臭い、よしこれロッククライミングなんでキリンさんには触れないでいきましょうか。2つパーツあればいけんのかな、あー3つありそうですね、3つ分全部使いましょうかこれ。で壺は割ったら怒られるんで足場の管理大事なんですけど、まずそこまず1個目、この辺手とか、あーえ全部いる、いや3つあればできんじゃね、お前ロッククライミングのやり方も知らんのか、お前は、お前方は。ちょっと足りない、あーこれ2つあればいけると思うんだけどね、ダメっぽいんで絨毯もお借りしちゃおっかな、絨毯も使えますかねこれって、絨毯使えるわけではないんだ、絨毯、ああーかと言ってだよね、あでも一応置ける判定ではあるんだ、あーでも絨毯じゃ力が足りない、ママはなんか見てる。で、キリンさんは触れるとちょっとあまりにもきつかったんで、これ人参とかじゃないよな。ここまで設置できるっていうことは意味があると思うんだよ。多分なんか、プラスアルファでできると思う。壺割ろっかな、壺。
あ、ママ、なんや、お前の興味ある時とない時の違いがわからん、俺には。興味ないんやな、今は、じゃあ。じゃあ、これ、ママ一旦、興味ない。キリンさんもこれ、興味ない。じゃあ、これ一旦設置しようか。よしよし。あと一個だと思うんだよね。あと一個どこだろう。キリン班、キリン班がなんかポイントありそうな気するけど、これだー、あったー模様だー、見つけました、完全に見つけました。もう注意力上がってる、めちゃくちゃナイスクリア。さあ49日目、ラスト近づいてまいりました。バナナがある、イカもある、さありとあらゆる、食べ物があります。何を、これしりとりだな、ゲーム、ゲですよ、ゲ、ゲの前は食パン、違うよな、バナナ、待って、イカ、リンゴ、ちゃ卵、た、リンゴ、は、なんだこいつら、時計、イカ、か、時計、イカ、これお前進化する一旦、ママ誰やねん、ママや、え、マトロカザマス、これしりとりじゃないかな、時計、シートじゃないとこある、ちょっと待って、一旦、時計だもんね、合ってんのか、しかもそれ、時計、イカ、卵、リンゴ、バナナ、食パン、でもカがないぞ、時計、イカ、なんか進化させなきゃいけない、バナナ向けない、バン、ちょっとこれやつ持つか、なんか電子レンジでイカ、カ、カ、電子レンジでなんかできるかな、イカ、ダメだよね、この辺とか、イカ電子レンジ使うよね、アホやんこれ絶対、もう何でもいいや、いやちゃうよな、時計イカあるから、ゲがなんだ、ゲがなんだ、ゲ、ゲがわからん、あれ、バツってことは正解、一発目正解じゃないんだ、焼くか、全部焼きリンゴとか、電子レンジで卵、あでも無理だ、食パンもトースターだもんね、卵でも一瞬焼けそうな感じあったから上がらくないと思うんだけど、ダメ？ダメ？卵やっぱやる？良きタイミングで、ママ来るもんな、これむずくない、これこれ分かったやつ天才だと思う、なんか作れると思うんだよな、食パンもうしょっぱなから「ん」がつく暴挙はパンか、普通に、あパンか、いや「うん」ついたらあかんやろ、「うん」ついたらあかんやろ、それはどうすんのよそれ、「うん」ついてさ、パン、卵、リンゴ、イカ、バナナ、ゲーム、ゲームってなんだよ、しりとりじゃないとかあんのかな、むずくないこれガチで、しりとりじゃない、ゲーム、お前も取れんの、お前なんだよお前、影非常にうざいです、リセットします、影がおりました、はいはい、私たちの未来は、有望ですよ、影、ゲーム、かがつながりますね。じゃあ、か、イカ、時計、イカ、影、ゲーム、との後ろ、リンゴ、
パン、バナナ、とにつながるものはなんだ一体。とにつながるものはなんだ。とにつながるものはなんだ。と、ハト、ハトだと思うんだよね。ハト、ハト、ハト、リンゴじゃねえ。あーこれいや、卵じゃねえ。取っちゃったら終わりか。それじゃねえ。と、取っちゃったら終わりだ。一旦入れます。いいか、取れないよな。卵に目玉焼き、ニワトリ、パンとか焼けないよな別に。あ、焼けんのパン。あ、お前電子レンジでも対応してるタイプ。これが多分トーストパン焼けんだ。オーブンレンジかな。オーブンレンジおそらく。卵はまあダメだけど、まあ、影が取れたということで素晴らしい。トーストになる意味もわからんけどな別に。これが焼いたことによって失礼いたします。あれ時短で、はい、焼いたパンゲット。時計いか。よし、いきますよ。じゃあ皆さん答えです。トースト、時計、イカ。影が鬼門だったな。よくこれ見つけれた。連打で見つけれた。よくよし、ナイス。さあ49日目クリア。さあ最終日いきますか。ちょコーラ飲まして。さあ最終日、前回エモかった気するんで、ただならぬクイズあると思います。次へ50日目。あ、出たこれ、出たこれ。100日目、200日目、1万。ゲームも壊れました。1万経ちました。1万経つと僕も大人になります。メンバー取り数えます。ゲームは壊れてます。最新のゲーム機が出てます。物を大事にする僕ですか、それともやっぱ最新のゲームですよね。やったー。お前誰だよ。娘。こらパパ。ゲームは1日5分まで。ちっきしょー。ダメだぞ。私がパパです。 To be continue. Congratulation. 1万日目、おじいちゃんも長生きしてます。お母さんはおばあちゃんになりました。でもパパです。 Congratulation. これで終わりなんだ。大人になるんですよ。うん、子供ともゲームしていきましょうよ。うん、ゲーム出たら大人になってもやっていきたい。そういったやっぱちょっと感動的なあの意味があったのかなって僕的には思いますね。はい、コーラいただきます。じゃあスパチャでます。トルメンバーとかでます。いやー、お疲れ様でした。クリアできましたね、最後はすんなりと。うん、時間がめちゃくちゃこの1万日目って経っていくから、また不登校なあれかと思ったらいいエンディングだった。パパになってました。家族っていいな。おじいちゃんも長生きしてくれてめちゃくちゃ嬉しいなって思います。嫁誰やねんって話ではあるんですけど、お疲れ様でした。無事クリアできて、はーい。まあこの画面でね、コングレチューションさせていただきまして、いやサクサクプレイヤーさんまーす。はーい、今何時だ。39分。何時始めた。11時か。11時半だっけ。あれ何時始めたっけ。あ、11時半かな多分。いや11時か。あ、11時だな多分。いやー、ナイス、お疲れ様でした。早いものでもう0時40分です。はい。序盤 IQ 高かった。いや後半ちょっと難易度が、難易度が上がってた気がします。まあゲーム自体1時間ぐらいでサクッとクリアできたということで、皆さん
ありがとうございました。見てくださいまして、あれだったかな、まあ告知とかもね、もう序盤にさせていただきましたので、まあ先にじゃあ今後の予定についてお話軽くして、今日はスパチャ読みさせていただいて名前読んで終わりたいなと思います。ありがとうございます。ゲーム本当に見てくださいまして、一旦じゃあこれで終わりで、明日はまあ言ったように5時50分からマイクラあります。枠は多分昼前か直前に立てます。で22時から奈良関係ありますので楽しみにしててください。で19が奇跡的に多分休みなんで、なんもない日なんで、マジで19もなんか配信できたらしたいなって感じ。19何かしらしたいなと思いますね。はい、まあポケモン続きかなんか別ゲーか悩み、休んでもええねんで、まあもうちょいしたら休もうかな、もうちょい頑張ったらどっかで。はい、19なんもないっす。はい、まあなんかなんもないからワンチャン、まあポケモンとかも早い時間帯からできたりする可能性がある。うん、まあ別ゲーもありなんですけど悩み。スパチャありがとう。で20日が俺まだツイートしてないんだけど、あの虹食いスペシャル生放送があります。はい、それ楽しみにしててください。なんかいろんな方出ます、いろんな番組の方が。はい、みたいな感じですかね一旦。まあ、それ以降についてはまた後ほどいつかどっかで感じかな。まあ24日がスマブラ企画だったと思うんで、それまで今スマブラ配信挟んだりだとか。いやー、お疲れ様でした皆さん。じゃあスパチャ見させていただきたいと思いまーす。てい、楽しかったこのゲーム2もできてよかったぜ続編。また凝った内容でしたね。あー、なんかこのあーゲームを終えてこのダラッとスパチャ読みするよっていう感じ、なんか人間のダラ雑のような感じがして気が抜けるぜ。めちゃくちゃめちゃくちゃ気が抜けるぜ。お疲れ様でした。まあまあゲーム隠してくれてありがとう。楽しかったよ今日も実家のような安心感。どこだったかな、いやメンバー登録とかもたくさんありがとうございました皆さん。俺さ、あとさ、あの、なんていうの、まあ、だら雑もね、するんすけど、家も探してんすよね、ずっと。家見つかんねえ。家見つかんねえ、なかなか。なかなか家見つかんねえんだけど。苦戦してます。苦戦してますね。いや、取られるっていうか、してっぱねー。何か妥協しなきゃいけないんだなって思ったね、家探してて。まあ、場所を取るか、アクセス面取るかとか、あと、まあ、やっぱ回線周りが、難かったり、まあ、家賃を調整するだ、どこまで調整するかだとか、まあね、ちょっとやっぱ、もう回線周りやっぱ命じゃないですか、どうしても、そこマストで考えたりすると結構ね苦戦するんすよね。そう、いやだから全然俺が回線周り事故ったらもうほんと動画税の可能性あるから俺が動画税になる可能性あるんで、ちょっとやっぱそこ託っすよね。まあ頑張って今探してます。これは、あれ、スパチャの、あれが、これゲーム画面の、あ、こっちか。へへへ。少々待ちね、今、探してますんで。それは嫌かな？じゃあ、いいやる探すよ。いいところを。まん、あの、あれね、あの、か、あの、辛い世界線の話ね。あ、もう回線いいとこない、もう配信できないよってなったら、もうそうせざるを得なくなる世界線もやっぱあるから、やっぱ回線重視でいいとこね探してますずっと。そう、
またそれにね時間取られるのがねまたねハードなんですよね。もうチェ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 ってやりたいんですけど、うん、頑張ってますよし、ありがとうございます。皆さん本日もゲーム久々、まあ久々でもねえよ、2日だけだから、あのスパチャイムの方ね、名前の方読ませていただきたいなと思います。あの文字は読みませんが、これスパチャ読みながら、書いてくれてるメッセージも一緒に目を通しながらねやらせていただきますので、ありがとうございます皆さんいつも、うん、あー飛んじまった、あー飛んじまった、これちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、プリ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 、食べる煮干しさん、食べる煮干しスパチャありがとう、こいつスパチャありがとう、ダルメスパチャありがとう。待って、俺待って、スクロールぶっ壊れてからマジでちょっと待って、やりづれ。待って、これちょっとこのスクロールのパターンでやろうか。ちょっと待ってね。自動、このスクロールボタンを押して、自動スクロールで目で追いながらやっていこう。ま、よし、いきます。コイトありがとう。サロメ、ありがとう。ピン、ありがとう。パラキチ、ありがとう。リカピー、ありがとう。シエ、ありがとう。おさむありがとう、むゆありがとう、抹茶パフェありがとう、こまだまこありがとう、さきかありがとう、くきわかめありがとう、清水まくろありがとう、めけこありがとう、えびてんありがとう、べんにありがとう、かのありがとう、あのちゃんと文字もね見させていただいてます、告知たくさんで幸せが楽しい、あいありがとう、みっこありがとう、みありがとう、ふかふかありがとう、わかめかめありがとう、ひもちゃんありがとう、あやういありがとう、よぞらありがとう、ゆりりんありがとう、ジェシカありがとう、うみありがとう、フォイありがとう、みみありがとう、ごまポンズありがとう、揚げ物ありがとう、ひなこありがとう、徳のみにちゃんありがとう、さゆありがとう、あひらありがとう、もとかありがとう、まひらありがとう、りりありがとう、ぬぬぬありがとう、もえありがとう、とくもちだくちこありがとう、まいまいありがとう、ごちゃいのあいらありがとう、ゆうたありがとう、つぐみありがとう、ねるみありがとう、しゃろしゃろありがとう、おおありがとう、ゆりありがとう、かのちゃんありがとう、まゆありがとう、さとりありがとう、さおりありがとう、テハナありがとう、春巻きありがとう、スピチありがとう、リノタありがとう、シーチありがとう、ルキシーありがとう、中井ありがとう、ネコマトババありがとう、マチキありがとう、カチャベンありがとう、チャールありがとう、カワセミアイありがとう、ユーカありがとう、ハルキありがとう、トーリありがとう、クリームパンありがとう、ユーありがとう、メイシありがとう、ハナポポありがとう、ヒロありがとう、アイメありがとう、味噌根っこありがとう、バナナ魚ありがとう、ミミルキありがとう、夢ありがとう、お茶茶ありがとう、水木ありがとう、ハムコありがとう、ゆきありがとう、メオありがとう、マヨちゃんありがとう、みかんありがとう、コありがとう、ユリヤンありがとう、ヨモヤマありがとう、ひなたありがとう、ミオありがとう、ミックスありがとう、刺身にされたお魚ありがとう、タイゼンありがとう、アンコロモチありがとう、チョメもありがとう、高宮ありがとう、レイありがとう、ホシコありがとう、ワップレもありがとう、これ自動便利だな、ウイありがとう、ささがきありがとう、カノモありがとう、セナマルありがとう、マヒタンありがとう、ケアヤありがとう、ミャッチありがとう、フユありがとう、ルタありがとう、チャンカホありがとう、和田くんありがとう、ノービスありがとう、ナノありがとう、ユイありがとう、マイプありがとう、ハニーありがとう、トーマありがとう、ナナヨありがとう、ポルダルプありがとう、モフリありがとう、アンキモ軍艦ありがとう、ヤヨありがとう、ロクノスケありがとう、ゴリラ EX ありがとう、ナオありがとう、ミケネッコありがとう、ヌコ娘ありがとう、ハコモリありがとう、ルイシありがとう、ムケありがとう、春のカルリありがとう、ユイありがとう、メイウありがとう、アオキールありがとう、ひなちゃんありがとう、アマナありがとう、ピピありがとう、モツありがとう、ケイありがとう、キュウリナスありがとう、ユーナありがとう、ライキありがとう、マミコありがとう、ユズありがとう、ケネありがとう、INU ありがとう、花ピコありがとう、シオありがとう、アピョンありがとう、リコありがとう、サクパンありがとう、ロピサクラありがとう、チャヌヌヌありがとう、カタクリありがとう、キユありがとう、センタキありがとう、シジミありがとう、ヤマありがとう、マミムメもありがとう、アオカンありがとう、ヌリオありがとう、ガありがとう、コトありがとう、シュウありがとう、チナツありがとう、ワカありがとう、セナありがとう、ベルありがとう、
なんかありがとう。ピオありがとう。チャケケありがとう。ナオありがとう。ピサケありがとう。エルちゃんありがとう。ユメありがとう。マリナありがとう。スズピピありがとう。コエリありがとう。リーありがとう。リトありがとう。ユーちゃんありがとう。オダありがとう。リリリありがとう。ノドグロパラリズムありがとう。ウパルパありがとう。マメツープありがとう。ミちゃんありがとう。ミューキちゃんありがとう。タマタマありがとうね。エルちゃんありがとうね。PMI ありがとうね。ハナヘリクーありがとうね。ユズキありがとうね。スシありがとうね。マイありがとうね。ホワイティーありがとうね。って感じで、はい、みつきありがとうね、シロありがとうね、ラナちゃんありがとうね、ヨハルありがとうね、リーマありがとうね、ナちゃんありがとうね、セトありがとうね、ナチありがとうね、モカちゃんありがとうね、ケありがとう、ズマメマありがとう、アミありがとう、ボックルありがとう、夏の字ありがとう、ジュリありがとう、ヒルネありがとう、リカコありがとう、ソウありがとう、ナスミソタロウ、違う間違い、ナスミソウメタロウありがとう、ハルカナノナノありがとう、ニシコありがとう、ユリナありがとう、ニャニョありがとう、ハルカありがとう、ありがとう、カヤありがとう、イチャありがとう、メアルありがとう、マリリモノありがとう、チマコありがとう、パンジーありがとう、ミシロくんありがとう、ハトピありがとう、ナナセありがとう、ネリウメありがとう、モノトーンありがとう、リンありがとう、アッチャンありがとう、ヒジリガワプンありがとう、ヌンチャありがとう、そのままレモンありがとう、センありがとう、アイワイアイワコありがとう、サありがとう、ミリマキありがとう、南マコトありがとう、スズありがとう、ひらがなのスズありがとう、ラミありがとう、ユノタロありがとう、ゴチャンのあゴチャイのアイラありがとう、ミユキチありがとう、アリキありがとう、エマありがとう、ロッカありがとう、フータありがとう、ネネありがとう、麦豆ありがとう、ウォッポありがとう、サトイブありがとう、シセありがとう、ウイタありがとう、ラグノありがとう、トイマルピありがとう、マホありがとう、ナオありがとう、清水真っ黒ありがとう、夏子ありがとう、ユージャーありがとう、チーターありがとう、モモありがとう、センコありがとう、カルカンありがとう、ヒトミありがとう、大富豪ヨシノありがとう、チサありがとう、ヨリエックスありがとう、コマありがとう、ウイエスありがとう、猫を飼い始めたありがとう、チオリありがとう、ひまわりひまありがとう、 WM ありがとう、みどりありがとう、あミカありがとう、ナツオミありがとう、ルイありがとう、チョコありがとう、ナナありがとう、ハーウェイありがとう、レカビありがとう、アカスベありがとう、原田サーキットありがとう、スミありがとう、カフェアラテのエルありがとう、スミッコゾンビありがとう、アヤナピありがとう、ユルルちゃんありがとう、モモありがとう、ホオズキありがとう、ナッチありがとう、ミモありがとう、メイミョありがとう、ムムありがとう、オカラありがとう、ユーピーありがとう、アリスありがとう、おーありがとう、朝ありがとう、しっぽねうすいあり、しっぽねすいありがとう、なおありがとう、リリリありがとう、耳ありマミありがとう、モフありがとう、賞味期限ありがとう、クルミとチョコありがとう、ポポタありがとう、プニありがとう、リナありがとう、ホタルンありがとう、ビワコありがとう、トマト缶ありがとう、ヤマダ太郎ありがとう、頭ありがとう、アベックありがとう、ユギダルマありがとう、ヤニカスありがとう、ぴょんぴょん丸ありがとう、ネマイちゃんありがとう、コマタマコありがとう、ユノコありがとう、キョムありがとう、リムハオありがとう、コシアンありがとう、コイトありがとう、ミータありがとう、ガンゼありがとう、モリコありがとう、ドーナツありがとう、メイタロありがとう、リリありがとう、ユーズ初スパありがとう、 HC ありがとう、ゆえありがとう、おだまけありがとう、レンゲありがとう、レイちゃんありがとう、やけちありがとう、ゆうこありがとう、そがいるかありがとう、りーたろうありがとう、ふうかありがとう、はつぱちありがとう、はるかありがとう、りきりみさなありがとう、あんたろうありがとう、UCC ありがとう、みわありがとう、りつこありがとう、さやありがとう、そらまるありがとう、とうやちゃん V 食わず嫌いしてたけどありがとう、ハピーありがとう、ポワありがとう、ツナマグロありがとう、ごちゃいのアイルありがとう、くまだまさしありがとう、なちゃんありがとう、シルブナベありがとう、むやちゃんありがとう、ういありがとう、なありがとう、ふありがとう、うだちゃんありがとう、オリベティありがとう、キスミありがとう、冬夏どっちかありがとう、おさむありがとう、あおひらありがとう、ななみんたすありがとう、ラコありがとう、おはなありがとう、ひやしぐもありがとう、そうちゃんありがとう、みこありがとう、あやかありがとう、みねさきありがとう、たいこげんちゃんありがとう、ふちびありがとう、ぴょぴょまれありがとう、さこたありがとう、風つきありがとう、吉名町ありがとう、なゆかありがとう、りなありがとう、ゆちありがとう、りはらありがとう、みずきありがとう、ぴょんぴょん丸ありがとう、はせさんありがとう、メスゴリラありがとう、はるありがとう、みみおありがとう、さくらありがとう、ドラえきシャンプーありがとう、よしまなてありがとう、えりありがとう、まんなありがとう、ゆきねありがとう、せんなかありがとう、あんずありがとう、かほほのほありがとう、よしみありがとう、オリベッティありがとう、こうありがとう、ゆたありがとう、にやまのありがとう、きよらたまごあり、お、この辺クリアおめでとう、スパチャだ、ひとみありがとう、しかありがとう、おなつありがとう、あぴありがとう、つきうたありがとう、こめちゃんありがとう、ともやんくんありがとう、あじんありがとう、ゆずはありがとう、さばありがとう、いれん
ネデロメ、初スパありがとう、チャンクマありがとう、ナズありがとう、夢る夢見るみありがとう、よもぎパン発売ありがとうございます、みたいな感じで更新をします。更新の判定果たしてちゃんとあるかなあ、じゃあ更新分でいこうかなと思います。さあ、どこのどのあたりの更新ありましたね、失礼いたします。しおりありがとう、ひまわりひまありがとう、海ありがとう、くまのありがとう、ポポ太郎ありがとう、ともみありがとう、すみありがとう、ブルートゥースありがとう、レアリありがとう、たまのおありがとう、ひつじけありがとう、今このリアルタイムに飛ぶやつを読みながらこれ読みますね、みすけありがとう、よみありがとう、ふるとりありがとう、ばくしんちありがとう、そらありがとう、いい子かっこ本物ありがとう、ゆみかありがとう、みちゃありがとう、さんぽありがとう、うめはなありがとう、あおいありがとう、きんのこめありがとう、おばばありがとう、ゆりりんありがとう、ふくふくこふくありがとう、るいありがとう、ゆりりんありがとう、 WM ありがとう、熱ありがとう、花太郎ありがとう、猫餅ありがとう、セシリアありがとう、次郎太郎ありがとう、ハチドリありがとう、マクラありがとう、ヌンちゃんありがとう、ヤマイケル何代ありがとう、オムゴメありがとう、マナリありがとう、リンありがとう、タンレンありがとう、ウサギさんチームありがとう、フチビユカリありがとう、先生ありがとう、緑茶ありがとう、サイヤありがとう、夏の字ありがとう、ユユフありがとう、AIM ありがとう、モチュありがとう、シュウありがとう、ユユフありがとう、チョスありがとう、ミケマルありがとう、コロコロありがとう、ハルありがとう、夢ありがとう、ラコありがとう、ケイありがとう、ユリヤンありがとう、イカありがとう、スコーンありがとう、中野ナノありがとう、レンコンありがとう、ヌコ娘ありがとう、イケボありがとう、ユーちゃんありがとう、吉田マテありがとう、ルメありがとう、コッペパンありがとう、ナズありがとう、オウカありがとうかな、須田もありがとう。おそらくスパチャ読みさせていただいたのかなと思います。喉を大事にしてありがとう M ちゃん、乱式ありがとう。いただきます、いただきました。この、ママにゲーム隠されたスパチャ読みねまあ結構使い分けようかなって感じでやってます。ゲーム中に普段読むときもあれば最後に読むときもあるみたいな感じで。配信ありがとう、お疲れ様、のばらありがとう、ありがとうございます。まだ雑談溜まってるときとか、まあこういうねゲームやるときでね、ガッツやるときは読ませていただいたり、まったりゲーム配信でできそうなときはね配信中に読んだりもするんですけども、久々に今日はスパちゃん見ということで、ういちゃんありがとう、言ってきてよかったなと思います。るかちゃんありがとう。はい、そんな感じで皆さん本日もお疲れ様でした。久々にできてよかったなって思っております。読み方引き出し多くて、そうだね、うん、喉に一番負担かけない読み方をしてましたいや、お疲れ様です。皆さん、あっという間ではありますが、またどこかでお会いしましょう。早いもので悔いはありませんか皆さん。寂しくはございませんか。僕はまだもっとおしゃべりもできますが、またどこかでがっつり、まあ明日ね2回も配信あるんでね、楽しみにしててください。はい、まあ虹ロックちょっと楽しみにしててください皆さん。虹ロックねえ、楽しみだ。いやもうなんか自枠でガチライブがちょっと本当に去年のアキナのリレーぶりでちょっと楽しみなんだよな、うん、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、まあ、今めちゃくちゃその音響周りであったりその調整してて、はい、自分に返ってくる音とかの、ね、バランスも結構初めてな部分もあったりするんで、まあどうなるかねまだ分かんない部分ありますが、たくさん調整を重ねてね、本番ベストコンディションでできるように準備してますので、楽しみにしててください。僕はもう生ライブがめっちゃ好きなんで、うん、テンション上げれるあちいちな一日みんなでね作れたらいいなって思ってますね。はい、何でもありがとうございます。まあ他にも随時まあ案件であったりいろんなものがね情報出てますんで、公式であったり全部楽しみにしててください。うん、アペックスはもうしないの？
ペックスも別にする気があったら全然するぞ全然しますよ、うん、時が来たらやりたいタイミング来たらやりたいゲームしてます、うん、ペックスも多分いつかやるんじゃないかな。ユナイトも多分いつかまたやるだろうし、はい、いろんなゲームいろんな配信楽しみにしていただけたらなと思います。はい、僕は今から走ってきます。今日のランに行ってきます僕は。そしてまた明日楽しく、はい、アークはやりますか。アーク、なんか新しいあれが出てるみたいですね今回。一応でもなんかアークなんか噂によると結構なんか平和そうというか、あの平和なサーバーなのかな、マップかわかんないですけど、結構なんかすぐクリアしちゃいそうなみたいな噂聞いたんだけど、どうなんでしょうね。マップ綺麗らしいよね、まあ、どっかでやるタイミングはあると思います。はい、どこかで、うん、だそうだね。階段もまたなんかやりてえなっつってたんで、ハルくんともやりたいなと思うし、まあ、ハルくんとも意外でもなんかやりませんかみたいなある可能性がワンチャンあったので、うん、まあどっかでやる、まあその時まではまだやんないかな、うん、その時まではまあでももしかしたらやる予定があるかもしれないですね。はい、まあ楽しみにしていただけたらなと思います。はい、なとこかな、うん、なとこかな、ありがとうございます皆さんこのいいね、このスパチャ読みした後の雑談、まるでだらっとしてるわ、だらっと、まるでだらっとしてる雑談のようになってるわ、うん、そんなとこかな。ありがとうメスゴリラ、夜道に気をつけて。ありがとうございます。大丈夫です、慣れてるんで、うん、最近朝起きてから走るか配信終わってから走るかでやってるんですけど、スパチャ読み名前間違えられてて死ぬ。ヨシマナタやな、ごめんな、ヨシナマっつってたな、ヨシマナタやな、ありがとう、今読めてよかったよ今読めてよかったです。まあ楽しいこといっぱいなんで、楽しみしていただけると幸いです。どれくらい走るんですか。1時間ぐらいかな、うん、走ってすぐ寝れる、すぐは寝ない。ありがとうございます、スパチャ。いただきます。まあ、そんなとこかなぁ。もう喋ったかな、俺も全部。全部は喋ってへんけども。ウェアって、ウェアとかってこだわりあんの？ウェアって走るときの？特に、もう薄ければ薄いだけいい。うん、プロテインは飲んでます。たまに。怪物600万ありがとうございます。いただきます。たくさん聞いていただきまして。な、どこかな。ボイスは、最初に言ったかな。うん。まあ、何回でも言いますけども。ぜひともご興味ある方、聞いてみていかがでしょうか。こんにゃら台本なんで。はい。みたいな感じか。なあ、ありがとう、ボイスカット大好き、よかった、名前呼べてちゃんと。いただきます。ほな、そんな感じでまだまだ喋りたいことは無限にありますが、撮っときましょう。うん、たくさんありますんで、今後まだまだ楽しいことが無限にありますので、はい、心して楽しみに待っててください。それじゃあまた次の配信でお会いしましょう。久々に今日おしゃべりできてよかったです。よければチャンネル登録、高評価していただけると幸いです。またお会いしましょうね。バイバイ、ありがとうね、スパちゃんも。またね、お疲れ様です。明日は5時50分でお会いしましょう。バイバーイ。